どうもこんばんは。乗り越えネット TV 毎月第1月曜日はクラックの、日になっております。で、今日はですね、ヘイトスピーチ規制法について、同じくクラックの松沢クレイジさんをお迎えしてですね、議論を、喧嘩ですか？そうですね。ヘイトスピーチ潰規制し法、合い。じゃあ潰し合い、内紛。内紛。そもそもクラックにいるっていうことを秘密にしてましたよね。警察にもずっとしばき隊かって言われてたのに、いつの間にクラックに入ってるんですか？しばき隊かと言われて、俺は違う、そうそう、俺は違う。松田さんが副隊長ってのは本当ですかとかって聞かれて。結果的に合ってたってことですよね。いえ、違います。クラックは、なんで俺クラック入ったんだっけ？あんま副覚えて隊ない。長だから最初からいたよね、しばき隊にいね。ないっちゅう。で、全部指示出してた隠よ。してたんじゃなくて、全部指示出してたよね。隠してたんじゃなくて、どっかで使ってたろ？何の何を？時だっけ？俺がクラックだって。忘れたな。あれじゃないかな、潰れたシンポジウムの時に、そう書いああ、たそうんそじゃない。うそうそう、そもそも、クラックはしばき隊をやめて、こんな暴力的なことやってちゃダメだってことで、もっとなんかね、アカデミックなことやろうよっていうことでできたんですけど、いや嘘ですよ。まあそういうこともできるようにっていうことで始まったんだけど、シンポジウムをやろうとしてて、諸岡先生とかその他いろんな方に声をかけたんだけど、なんかちょっとグダグダになって、今ペンディングになってるんですよね。で、中なんか止に場なっ所てがちょっる。と揉めたんだよね。場所がもう揉めて、まあそれに関してはいろんなね、糾弾材料ありますけど、ちょっとなんか、まだそれは実現してないと。結構でっかいシンポジウムやりたいなと思ったんですけど、そこで何やろうか、何やろうとしてたかというと、ヘイトスピーチ規制法についての、もので、で、反対派として松澤さんを。あと全員賛成派で、まあ、計画としては俺を潰そうという計画だったんで、あの段階そうでね、そう本そう当は。あそう、れが失敗したんで、ここまでずるずるとね。公開処刑ね、いわゆる、用事受けてやろうじゃねえかっていK さんの好きな吊るし上げみたいな、糾弾会、糾弾会だよね。それをやろうと思ってたんだけど、まだできなかったんで、まあしょうがないから小出しに、やろうかな。大体僕と松田さんで普段会ってもずっとこのことで殴り合いの喧嘩してますそうからね。そう。で、この間さ、ちょっと言っときたいんだけどさ、一緒に銭湯行った時にさ、乗り越えネットは NG だからなって言ったじゃん。なんでここでやるいこや、となんなか、の？ま、メルマガにもそういうこと書いてあったけど、全然覚えてないんだよね。いやいやいや、言った。乗りさあ、越え俺が言った、乗り越えネットは、あれはヘイトスピーチ規制法賛成派の牙城だから、俺はあそこは嫌だって言ったの。あ、アウェーだから。まあでも、勝つのは間違いないんで、まあいいかって、納得してる別けど。にの、牙城でもないんじゃないかな。ただ、よく見ると、どっかサイトのどっかに、ヘイトスピーチ禁止って歌ってるんだよだっね。て共同代表って鈴木邦男さんとかもいるんですよ。あの人何も考えてないいよ。やいやいや、反対って言ってまあます反よ。対だね、あの人はね、はっきりね。だから、まあ、その今、しくも何も考えてないって言いましたけど、反対の人って、あんまり何も考えてないよね。賛成の人もあんまり考えてなくて、ただ、ここはちょっと、ちょっとだけ適任しよう送っておくけど、野間君はもう去年の段階で、ヘイトスピーチっていうのは、マジョリティからマイノリティだけじゃなくて、マイノリティからマジョリティも法制化したときには、ヘイトスピーチになりうるってことは当然分かったし、ヘイトクライムも同じっていうのは当然分かってたけど、実は知らない人多いんだよね。それはなぜかっていうと、野間君が、ヘイトスピーチの構造を見せる、ためのあの図式に結構みんなハマっちゃってるとこがあっヘイて、ト豚ってやつね。そう、で、野間君は分かっていながら、あれだけではないってことを言わずに、みんなを騙してきたわけじゃない、ここまで、うまいこと。人民を騙すのがそうそうそう、プロパガンダじゃないですそうか。そうそう。いや、そういう、そこまで別に考えてるわけじゃなくて、去年どうだったかみたいな話をすると、そもそも松田さんって去年の4月、ヘイトスピーチ規制法賛成って言ってたじゃん。賛成ではなくて、法規 制俺、いや、俺ちょっは、と今日証拠の映像を出そうかなって思ったんだけいど、やいやいや、それ、多分作っただろう、昨日、徹夜で。違う、いや、持ってきてないんだけど、いや、かわいそうだから出すのやめたんいだけやいや、ど、俺、賛成ではなくて、ボンちゃんに会ったときに、それまでは俺、法規制はすべて反対だったんだけど、
新大久保でボンちゃんが来た時に彼が切々と訴えて在日はこのままサンドバッグになってればいいのかって、そうそんなんダメに決まってますよねっていうところで、うん、俺はヘイトクライム法までは OK だった、あるところまで。去年割と夏秋ぐらいそうだったね俺。いやだから去年の春はあの瀬戸弘幸の討論会にね2人で行った時に松田さんは前かつて反対だったけどあの今は賛成ですよってそうですとか言ってた。あ、それめんどくせえからだよね在特会が出たからもう賛成になります、ね、あ、それはその場限りのなんていう流れだよ、ね、適当でもまあ言ったことには違いないですよね、うん、でまあ今日なんでこのテーマでやろうかなっていうその理由は、ちょうど先月の、7月24日に国連がその勧告を、出してまして、それをもとにその日本がどういうふうに対応したらいいのかと、いうことからこの今日このヘイトスピーチのことをやろうかなとそういう企画になったんですね、はい、で7月24日に、国連人権自由権規約委員会が総合所見というのを出してて、それをちょっと紹介します。あれさ国連委員会いっぱいあって何が何だか分かんないよ、なんかちょっと複雑なんだよね、うん、それでこれはあれでしょ、人権規約条約に基づく委員会で、ね、そう自由権規約条約に基づく委員会、それで人種差別撤廃条約に基づく委員会というのは今月あるんですね、うん、で8月の、20日かな20日21日にあって、それはそれでまたいろんな団体の人がレポートを出したりして在特会まで出してますからねレポートを、ね、そうですね、でこれはそれとはまた別なんですけども、自由権規約っていう国連 その条約のですね、に基づいてその日本でその自由権が侵害されている、まあ、自由権と、まあ、人権ですよね、が侵害されている人たちはいないかどうかみたいなことを国連がまあ審査すると、でこれは数年に1回やってて前回が2008年かな、うん、まあ数年ごとにこう大きな審査の機会があって、その度にごとに、まあ、日本政府はそれに対して答弁というか回答を提出すると、そういう流れになってるんですね。で今回その7月24日に出た総合所見では、まあ、いろいろその、代用監獄の問題とか、女性の権利の問題とかいろんな総合的な勧告がいっぱい出てるんですけど、その中の一つとして初めて、ヘイトスピーチが取り上げられてると。でまあ、今までの勧告だと前回もそうですけど民族差別の問題というのはもちろん取り上げられてて、それは例えば朝鮮学校の、生徒がなんかその嫌がらせを受けてるであるとか、民族教育の権利が侵害されてるであるとか、あるいは、まあ、慰安婦問題なんかも今回もそうですけど慰安婦問題も取り上げられてると、そういうものなんですけど、そのヘイトスピーチというものに関して直接的な言及が来たのは今回が初めてなんですよね。で、まあ、前回に2008年なんでまだ在特会が路上に登場していない時、在特会ができたのは2007年の2006年暮れか2007年の頭で、まあ、最初は勉強会みたいな感じだったんですけど、彼らが路上に出てきて暴れ出したのは2008年の、4月、2009年かの4月わらびのデモの時なんですけど、それ在特会がその間に出てきて、日本のその民族差別あるいはヘイトスピーチをめぐる状況というのは激変したんですね。だから今回その韓国にそういうものが盛り込まれてきたというのは、まあ、当然のことなんだけど、これまでも日本政府っていうのはそういう国連の勧告に対して、どういう回答をしてたかというと、日本にはそういうあからさまな差別っていうのは今そんなにないと、いうことをずっと回答してきました。で去年も国連の件で、まあ、有田さんが国会で質問した時にも法務省の役人がやっぱり同じような、答弁をしてますけど、あからさまに目に見えるようなひどいそのヘイト差別っていうのはありませんよっていうのが日本政府のずっと公式見解なんですよね。でこれは今もそのままで、
でも去年その新大久保とかいろんなところでひどいものを見た人たちにとってはそれは到底それはないでしょうみたいな感覚だと思うんですね。なので、今回こういうものが出たっていうのは今までとまた、違うフェーズに入ったと。違うフェーズに入ったということは要するにどういうことかというとこの6年間で、日本の人権状況が非常に悪化したと、いうことにもなります。でこの総括所見なんですけども、これレイバーネットの解説ページから、ちょっとお借りしてきたんですがちょっと読んでみます。朝鮮韓国人中国人およびブラック民などのマイノリティグループの構成員への憎悪および差別を扇動している広範囲および人種主義的言説とこれら行為に対する刑法および民法上の保護の不十分さに懸念を表明する。委員会はまた、頻繁に行われている許可を受けた極端論者のデモ、極端論者っていうのはあんまり聞かないですけど、エクストリーミストってことですね、過激派とかそういう意味ですね、極端論者のデモ、外国人の生徒、学生を含むマイノリティに対する嫌がらせと暴力、これは例えば朝鮮学校、朝鮮初級学校の襲撃事件なんかを直接的に指していると思います。並びに民間の施設や建物でのジャパニーズオンリー、日本人以外お断りなどの看板、張り紙の公の表示について懸念を表明し、これはこの間の、埼玉のサッカー場であった事件をそのまま指しています。で、締約国は、差別、敵意、あるいは暴力の扇動となる人種的優越、あるいは憎悪を唱える宣伝のすべてを禁止し、そのような宣伝を広めるためのデモを禁止するべきである。締約国はまた人種主義に対する意識高揚活動のために十分な資源を割り当て、裁判官、検事、および警察官がヘイトクライムや人種主義的動機による犯罪を見つける力をつける訓練を確実に受けるよう取り組みを強化すべきである。締約国はまた人種主義者の攻撃を防止し、加害者とされる者が徹底的に捜査され、起訴され、有罪判決を受けた場合は適切な制裁をもって処罰されることを保障するために、すべての必要な措置を取るべきであると勧告したと。これが今年の7月24日に出た自由権規約委員会の総括所見の中のヘイトスピーチに対する勧告です。で、まあこれ見てわかるように、刑法で処罰しろと、まあ、禁止ってそういうことだよね。そう、いうことを言ってるわけですよね、国連が、うん、国際社会が。まあ、それはなぜこうなったかっていうと、まあ、ここまで放置してたってことだよね。でこれはまあ要するに、4条の AB 交留法外せということだよね、具体的に言うと。人種差別撤廃条約で言うと、国際社会がそう言ってるんだからそうしないとダメじゃないですか。いえ、あれはですね、まあ、これは、国際社会に逆らうの。人権規約の方なので、あれなんだけど、具体的に言うと、この部分に関しては、人差別撤廃条約だよね。で、人差別撤廃条約の4条留保って、あれ、後ろの方を見ると分かるけど、留保ってできる条約で、で、それ以外の方法については、あれ、刑事罰以外の方法については、あらゆる適切な方法、としか書いてないんで、本当はいろんな方法がある中で、ここまで日本政府が何もやってこなかったんで、ここを向こう側が言ってくるのは、まあ、しゃあないと思うんだけど、これ実は方法はたくさんあって、それこそ去年6月だっけ、あれ、ネイキッドでやった。どういう選択肢があるかっていうのは実はすごくたくさんあって、で、その方法のどれでも本当はいいわけで、で、じゃあ日本が全く何も進んでないかっていうと、民事裁判ではもう着実に、1990年代後半から進んできているので、全く何もゼロってわけではないわけですよね。民事の民法上の保護の不十分さに懸念を表明って書いてあります。そう、だからまだまだこれから進めなきゃいけないんだけど、裁判の数が少ないってことだよ、まだ。まあ、でもこの間の高裁判決も出てるわけで、まあ、最高裁どうなるかがまだ分かんないけども。民事裁判なんか大変じゃないですか。ん？民事裁判なんか大変じゃないですか。大変ですよ、もちろん。大変なことしちゃわないよね。サクッと刑法を作ってみんなそのサクッと逮捕して死刑にすればいいじゃないですか。ほら簡単に考えまあ俺特定の何人かは死刑でもいいと思うけどなんだけどやっぱもう問題はいろいろと広がる可能性があるとかね。俺とかよくさ例えばあの
強風会とかああいうところにキリストババアとか言ってるから俺も捕まるかもしれないわけですよ。ヘイトスピーチ。そう、その通り。宗教を入れるといろんな人たち捕まって俺も死刑になるかもしれないから、ちょっと待って、あのそのさっきの四条流歩っていう話をちょっと説明してもらっていいですか。うん、あ、これ AB が入ってだから AB が入ってないという不十分なのかな。あの人種差別撤廃条約っていうのをまあ日本は加入してまして、その中の第4条にその、全ての国家は政府および他の公的政策を再検討し、および人種差別を生じさせまたは永続化される効果を有するいかなる法令も廃止するために効果的な措置を取らなければならない。全ての国家は差別を禁ずる法律を制定し、および人種差別に導く偏見と戦うあらゆる適当な措置を取らなければならないというようなことが決まった条約に日本は加入しているんですね。なんでやらないといけないじゃないですか。これが、20条かなんかに出てるんだから、留保がありの、 あの条件が最初からついているので、まあ、アメリカだとかスイスだとか日本だとかは一応留保をしていて、その代わりに他の方法でこれ方法が指定されてない、あのここの部分以外は指定されてないので他の方法を取っていいという、要するに結果さえ出せばいいっていう条約なので、なのであえて、刑事罰を導入する必要はないんです。他の方法で解決できるなら、ただここまでやってないから外から文句言われるのはまあそれもしゃあないんだけどね、解決できなかったってことだよね。何もしてこなかったってことだよねで着々と進んでたのは民事だけだよね。少しずつ進んでたのは、まあ、民事も少しずつ進むって言っても、あの京都の朝鮮初級学校のね、あれはやっぱりその裁判をやるかどうかっていう段階でかなりのやっぱりその葛藤みたいなのがあって、うん、それは裁判をやると新たな攻撃対象になるし、うん、もちろんその経済的な負担も大変だし、その裁判をやることによってその心の傷を受けた被害者 の, あの児童あるいはその家族が余計にずっとその心の傷をえぐり取られ続けると、そういう状況もあって、まあ、裁判、まあ、被害者なわけだから、民事で裁判するっていうのはものすごく大掛かりで、弁護団もすごい人数じゃないですか。でやっぱりそういうめちゃくちゃひどいことが起きないと裁判になかなかならないってことと、めちゃくちゃひどいことが起きるってことはまずそれ自体が良くないことなわけで、そう考えると民事があるからいいんじゃないのっていうのもまあ非現実的ですよね。まあ机上の空論というかまずここでずっと説明しておかなければいけないのは、一般的に言われている、ヘイトスピーチ規制法賛成という人たちの論理ってまさにそこで、被害者の負担が大きすぎると、うん、っていうことなんだけども、被害者が例えば被害届を出さなくていい、それから告発しなくていい、告訴しなくていいっていう、法律っていうのはいわゆる社会的法益って言われる法律ですよね。つまり警察がこれは違法だと言って捕まえることができるという法律で、で、今言った被害者救済のための法律ではないわけですね、社会的法益の法律。だから被害者が大変だから社会的法益の法律作りましょうっていうのは実は発想としては本当は間違ってることなわけですよ。社会的法益の法律が守るべきものは、公共の秩序だったり、まさにこの場合であれば、社会の、公平性だとかになるので、ここを実は直結させるのは、まあ、結果としてそうなんだけども、というのは実は間違ってるんですよね。なのでこれは被害者が、告訴するのが大変、例えばお礼参りされるかもしれないっていうのは別の方法でガードすることを考えない限り本当はダメなはずなんですよ。いきなりそこで社会的法益 の, 法律に言ってることが実は俺は間違ってると思うんだよね。こっちはこっちで独立して考えるべきで、うん、こっちの正当性を論じない限りヘイトスピーチ規制法を作るべきではないんだと思うんだよね。ちょっとその話一旦置いといていいですか。なんかいろいろ紹介しないといけない、いきなり本題に入っちゃったから、うんうん、今回、クラックの日なんで、例によってコメントは見てませんので、ニコ生コメント、ナナシコメント全部無視してますので、そっちに書かないでください。なんか書きたけ書けと書いてもいいけど、一切見ないし、後からも見ないし、一生見ないので一切何も伝わらないです我々に。その代わりコメントはツイッターで、乗り越えネットのハッシュタグ、シャープ乗り越えネットですね、シャープ NORIKOENET に書いていただく
くといいかと思います。あとシャープ乗り越えネット TV というひらがなと最後、ローマ字のやつもあるんですけど、こっちはあまりみんな使ってないので書かなくていいです。ローマ字のシャープ乗り越えネットの方に、意見をください。あとなんかよく仕組みが分かんないんですけど、ニコ生の上から直接、Twitter に連携できるやり方もあるみたいなんで、それでも大丈夫です。ナナシのコメントは今日は見てませんので、いろいろ書いたら www とかでいろいろいっぱい打っても無意味なのでやめていただければと思います。これ重要なこと言うの忘れてたんでね、ちょっと今話を断して、話の腰を折って申し訳ないですが、忘れちゃったよなんだっけ。まずそのヘイトスピーチ規制法っていうのは、そのまあいわば去年急に僕らその言い出したような雰囲気があって、まあ、実際にマスコミなんかでもね、そういうことが問題になったのは去年からだと思うんですけど、それはまあ新大久保で、在特会とかがひどいことして、それに対してたくさんの人が抗議の声を上げたという、そういうことがを受けての状況ですよね。これもだから新しく生まれた状況で、それまでの、ヘイトスピーチ規制法あるいは差別禁止法といったようなものに対する、まあ、いろんな意見があったんですけど、そういう時と状況がまた違うと。で、そもそも僕もそうなんですけど、その差別禁止法とかヘイトスピーチ規制法だとか、そういうようなものに対してやっぱり長らくずっと反対の立場を取ってきたんです。で、松田さんもそうだと思うんですが、そもそも僕らはなんで反対してたんですかね。やっぱり表現の自由と抵触するってことでしょ、うん、そう、やっぱりそのマスコミがやっぱりそういうことに全然乗り気でないのも、基本的にその表現の自由を抑圧する制限する危険があるということで、例えばマスコミだとか僕らのようなその、文筆業のような人たちとか、まあ、例えば文化人とかは文芸の人とかね、そういうそれっぽい人が多いじゃないですか、学者とか、そういう人たちはやっぱり基本的に軒並み反対っていうふうに言っておく方がというか、当然自分の立場からするとその自由を制限する可能性のある法律だから当然反対でしょうみたいなのが、まあ一つの、デフォルト、まあ、お約束だよ、お約束なんですね。だからなんか今松田さんとかが反対って言ってすごくバックラッシュっぽく僕ら言ってるけど、実はこっちがやっぱりデフォルトの、スタンスですよね。ちょっと誤解があるかな、うん、一般的に確かにマスコミの人間って、うん、いやいやそれは表現の自由があって言っちゃう人たちと俺はちょっとやっぱり違っていて、で彼らってそれ以上印象操作失敗や彼らってそこで終わってるよね。だってそれじゃでもどうすんのって言ったら、いやどっちもどっちみたいなこと言いたがんじゃない人たち。松田さんはそこで終わってないっていうのはこの後たっぷりそのやるので、うん、でも一般的にでもまあそうだよ、ね、そう一般的に終わってるよ。僕もやっぱり2006年7年ぐらいまではやっぱりそういうものに基本的に反対の立場で、あとまた左翼の人がまあ、軟禁事件、まあ、歴史修正主義的言説を法で禁じろみたいなことを、よく言ってたんだけど、やっぱりすごく抑圧的なことを言うんですね、うんうん、でその一般的にその左翼国家、例えば昔あったソ連とか、中国とか、まあ、今でいうと北朝鮮、あたりだとやっぱり言論の自由がないっていうイメージがあって、実際にそのイデオロギーに反する言論というのは、かなり規制されているというのが、まあ、実情なわけじゃないですか。でどうしてもそういうものを、思い起こさせる、まあ、全体主義ですよね、ので左翼がヘイトスピーチ左翼が差別を禁止しろとか歴史修正主義を、宣伝を法で禁じろとか言うと、やっぱりすごい拒否反応がありあったんですよね。そういう感覚じゃないかな、やっぱり基本にあるのは全体主義の懸念みたいな、反対っていう人たちの、そう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 、でやっぱり僕もそういう感じだったし、すごく抑圧的な感じが
やっぱりすると、うん、でただその時には、まあ、歴史修正主義、その時にその歴史修正主義の、言説を法で禁じろみたいに、言うというのは、まあ、ドイツなんかのね、ナチス宣伝禁止みたいなものを想定して言ってるんですけど、うん、まあ、その時は例えば、ユダヤ人の虐殺についてドイツなんかを触れると犯罪になると、と同じように軟禁についても言えないようにしろっていうことだよね。そうそう、だからあとマルコポーロ事件ってあったじゃないですか、うん、であんなもんドイツだったら犯罪だよということで、うん、日本だとなんでそれで、まあ、あれは雑誌潰れましたからどっちか制裁としては大きい方ですけど、日本だとなんでこんなことが、許されるのみたいな、そういう流れですよね。だからその日本においてのその歴史修正主義みたいなのは90年代の半ばか後半ぐらいから、だんだんとその力を持ってきて、それに対してやっぱりその、まあ、リベラル左翼側は非常に懸念を持っていたと、うん、でそこでいきなり法律で規制 しなさいよっていう話になると、うんと、それはちょっと言論で対抗すればいいじゃないかと、批判によって、よろしくない言説は打ち消していけばいいじゃないかというのが僕のやっぱり最初の意見でしたね。2000年代前半ぐらいまでは、うん、まあ、半ばぐらいまでか、やっぱりそういう意見が一種の正しさだというふうに、今でも、まあ、俺、まあ、フェイスブックやってて、反応する人たち、大体それだよね、反対っていう人たちは。うん、で、結局でも、そこでとどまってるがゆえに、さっきの条約を履行できないから、うん、どんどんプレッシャーが強くなってるって状態だよね、うん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 、つまり、反対するなら別の選択肢、ちゃんと出せよってことだよね。うんうんうん、でそれをだから去年のそのネイキドロフトでやった言論しばき通の時なんかに、他にこういう方法もあるんだから、ヘイトスピーチ禁止法、規制法が反対であるならば、表現規制にならないこっちの選択肢をちゃんと選べってことだよね。っていう選択肢を出したにもかかわらず、いまだにそこはみんな分かってないよね。何を選択したらいいか。で、俺は全部選択しなくてもよくって、カウンターで潰せばそれで本当はいいんだけどね。しんどいじゃないですか。しんどいよね、毎週ね。こんなもんな、暑いのに、こんな、あいつらもう、ものすごい豆でしょ。ものすごい豆だよ。毎週やってるじゃないですか。大体同じになってるしね。最近もチェックもしてないから分かんないけど、後から調べるとなんかやってるんですよね、うん、渋谷とかで、うん。で、全然注目もされてないから、もう全然。なんで、うん、ヘイトスピーチ規制を反対の人たちが反対って言ったら、もう、全員カウンターに来るっていうことを義務付ける法律を先に作った方がいいと思う。だからそしたらもう本当にそれで終わりなんだもん、本当に、うん、松田さんの意見というのはそういうね、ずっとそういうことを、まあ、去年からね、うん、言ってらっしゃいましたけど、まあ非現実的っていうか、うん、そう言いながらあんまり俺も最近言ってない、お花畑っていうか、うん、なんで、うん、他にどういう代案というか方法があるかに関してはもう今かなり具体的に橋本市長も言い出してるわけだし、うん、そうだね、だからそのさっき、今松田さんが言ってるその全員カウンターに来いよっていうのは、まあ、僕なんかもその新聞とかね、マスコミに対してずっと言ってたことで、対抗言論が必要だで記事終わるんじゃなくて、うん、お前がやれと、うん、お前が言論機関なんだから対抗言論しなさいよと、大特会はこう言っている、しばき隊はこう言っている、議論が必要だ、終わりじゃな ないでしょうっていうような、そういうようなことをずっと言い続けたんですよね。だから言論の自由を、抑制する可能性のある、ヘイトスピーチ規制法には反対だ、議論を深めていかねば、で誰が議論するんだと、カウンターってしばき隊とか男組ですよ。そんなに議論できるわけないじゃないか。そんなの無理じゃないですか。だから言論機関、学者とかマスコミ、大手マスコミとかがやれよと、反ヘイトスピーチキャンペーンやれよということで、いちいちその現場で俺なんかその叱ったり、脅したりいろいろしてたんですけど、やっぱそのみんな人ごとというかですね、そういう感じがあるんだけど、そのなぜそのマスコミがそういうことをやるべきだと僕が思うかっていうのは、やっぱりそのさっきも言ったけど、在日朝鮮人がかわいそうだからってことではないですよね。さっき松田さんが言ってた社会的法益っていうのはそういうことで、こういうヘイトスピーチが蔓延すると、それ自体が表現の自由を侵すでしょと、
表現の自由を狭めるでしょうと、アンフェアな、そういう攻撃とか差別扇動があったら、例えばそのマイノリティであってその対象にある人たちの表現の自由が奪われるでしょうと。でこれがまあ一番分かりやすく起こっているのはインターネットの上で、在日属性、で何か発言するだけでわけのわからないそのネット上とかみたいなバカみたいなやつらがたくさん攻撃的なメンションを送ってくると、これはその人が在日だからそうなるわけで、日本人の大半はそういう目に遭わないわけですよね。でこれはやっぱりそのアンフェアな状況で、そうするとその人たちの表現の自由というのは結果的に抑圧されて侵されることになるわけで、そういうことが起きないようにそのキャンペーンを張っていくのが表現の自由を守るってことでしょうっていうのがまあ僕の意見だったんですけど、なんか表現の自由って言ってれば何もしなくてもそこにあるかのような態度の人がやっぱりそう、まあ、圧倒的に今でもそれは多くて、うん、で、まあ、その時に法的な話として憲法違反だみたいなことを言う人たちもいるけども、ここはまたちょっと敵に塩を送っておくけどこの間神原弁護士とも話してて、うん、で表現の自由を侵害するのは憲法違反だっつったら刑法175条がある国の人間が何言ってんだっていうふうに神原先生は言って、もうそれはまさにそうなんだよね。これはわいせつ物頒布ね、これは先進国なんかもうとっくにこんな法律ないわけだよ。1960年代末から70年代に廃止されていて、40年間この国は放置してきて、まあ、この間もロックでなし子さんが捕まったりしてるけど、うん、もうあんなもんで他の国捕まんないわけですよ。それを放置しておいて表現を規制しておいて、今さらこれに関してのみなんで憲法違反だって言えるんだっていうのは、それはもう確かにそうで、でも俺は刑法175条も反対だからそこは筋がどっちも反対今言おうと思ったあ、そうそうあ、敵に塩を送ってくれるそういうことですよね。でもまあ、わいせつ規制はみんなわいせつ規制も今だと例えばアダルトビデオみたいなのがいっぱいあってネットでも見られるし、まあいろんなところにそういう広告があってアダルトショップがね街中にいろいろあって、結構昔よりものすごくアクセスがしやすくなってて、多分僕これあんまりいいことじゃないと思うんですけど、日本はなんかいやらしい国と思われてるじゃないですか、うん、海外からも、うん、でまあ、僕はそのいやらしい国であってもいいと思うんだけど、やっぱりそのゾーニングをちゃんとしないといけないと思ってて、うん、なんかあまりに簡単にその手に入るのもどうかなと、いうふうには思ってるんですよね。でゾーニングってもともと特にアメリカが、始まったのがアメリカどうか分かんないけども、考え方としては、見たい人はいくらでも見ていいと、うんうんうん、で見たくない人には見せないと、うん、というその例えば年齢で分けるなりなんなりで、区別をしていくそのゾーンをはっきりさせていくためには、実はあれは、表現の自由を守るための法律なんだよね。見たい人が完全に見られる場所を確保するために、見たくない人たちはには見せないっていう線引きをするって法律なんで、うん、日本でゾーニングって逆に難しいんだよね、うん、どこにもだって表現の自由を守る場がないわけだから、うん、それでね、例えば、そういう意味で言うと、僕はどっちかというと表現規制派なんですよ。うん、で、そうだよね、表現規制反対みたいな、僕その萌えアニメ好きな人からものすごく嫌われてるじゃないですか。うん、ずっとでも野間君も嫌いだから、ね。ずっとキモーターしねえとかずっと言ってるんで、なんかそれのまあ理由っていうのもやっぱりその。なんていうかペドフィリア的な表現をあんまりその、公に認められた、表現として出すべきじゃないと僕は思ってて、なんていうかな、いやらしかったり変態的であったり、あるいは、犯罪的であったりっていう表現はいくらあっても僕はいいと思うんですけど、やっぱりゾーニングなんかそれがメインカルチャーのように表に出てくるっていうのは多分 何かちょっとよろしくないなと思ってるんですね。いやそこは俺実は、うん、全く違う側から、俺は表現は守るべきだと思うんで彼らも守られていいんだけど、でもその代わりゾーニングちゃんとしようよっていう立場で言うと実は一緒なんだけど、うんうん、それでね、結果としてだから結局その表現規制に反対
するのかみたいな、まるで表現規制反対派だみたいなことよく言われるんだけど、はいそうですっていう話で、俺もだから全然矛盾してないっていうかですね、うん、ヘイトスピーチは死刑でしょみたいな、でペドフィリアも死刑でしょみたいな、そういうやっぱりところで、一貫してるんですよね。でただ表現規制反対って言っても、まあ、死刑でしょっていうのはもちろん冗談だけど、やっぱゾーニングなりなんなりをやって、きちんとその目にしたくない人がやたらと目にしないで済むようにするっていうことが必要で、だからヘイトスピーチだって、そういう場がもしね、できるんならヘイトスピーチの部屋みたいなのがこう、ね、街にあって、もうすごい防音で、その中ではいくらでも何言ってもいいみたいな。いや、俺そこもだから俺実際条例で言うと、まあ、施設それから公園公安条例だと思うけど、まあ、公安条例はちょっとハードルが高くなるので、施設は俺仏壇とっとと追い出していいと思うよ。使えないように公民館とか、うん、その代わりルノワールでやるか自宅でやればいいことで、うん、でこれはなんで表現の自由に抵触しにくいかといえば、代案があるからだよね。他の代用が効くから、うん、例えば今豊島公会堂でストリップらやらせてくださいって言っても、まあ、断られるよね、うんうん、それはなぜいいかというと、ストリップ劇場でやれよって話なので、うんうんうん、そういう公序良俗に反するものは NG っていうことが、まあ条例にもちゃんと書かれていて、それは なぜ問題にならないかったら代用が効くから、他のところでできるからっていうことで言うと、うん、いいじゃんね、河原だ、どっかの河原だけ、日本中一箇所だけ、鳥取砂丘でもいいんだけど、どっか一箇所だけやれる場所作っときゃいいんじゃないの。京都の高瀬川のベリー、人結構いるからダメじゃん。俺が川東を決めちゃった。あんまり人いなかったです。いやまあそういうふうに、こういう条件だったらいいんじゃないかとか、まあいろいろあるんですけど、その一番その大きな前提としてね、ヘイトスピーチ規制法に反対っていう言ってる時のその規制法というものに対して、この間その松田さんとその銭湯で話した時に、前提の食い違いっていうのがあって、例えば今差別反対東京アクションが毎週その東京都庁前で、スピーチやって講義やってますよね。あの人たちが、求めてるのはその東京都が条例とかを作って何とかしろとか、そういうことじゃないですか。で多分、ヘイトスピーチの法規制というものの中に、それを含めてると思うんですよ、感覚的にね。あの人たちは含めてますか。刑事罰じゃなくて、例えば条例を作れとか、そういうことをね。で含めてますよね。なんかそう、都庁前の人今日いっぱい来てるけど、あれも法規制の一種だと思ってるね、条例を作るっていうの思ってないのかな。うん、じゃなくて、都庁前の人たちがどう思ってるかってこと。いろんな法規制のうちの一環というふうに考えてるよね。例えば条例で、ヘイトスピーチを禁止するとか、あるいはそのデモコースをどうこうするとか、そういうようなことを含めて、まあ、法規制の意思と考えてて、多分ね、法規制って言った時には含まれて、ヘイトスピーチ規制法って言った時には多分、国の法律で刑事罰を伴うものっていうふうに なんとなくなってんね、うん、だからね、この間その話してた時に、その銭湯で話した時に、うん、松田さん、俺が松田さんをまあ論破したわけですけど、してないんですよ。何も言えなくなって、松田さん何も言えなくなって、なあなたの言ってることも法規制じゃないですか、ね、そんなことを言ってたら、なんかこう体洗ってる時に話しかけるからね、急に人のチンコの数を数え出し、それが俺の役割だから、それしに行ってたからね。戦闘調査っていうのをちょっと今やってて、戦闘で、それはあんまり言わない、みんな警戒するとこもある、人が、人口を隠すか隠さないかをずっと調べてるんです。ちなみに野間君はひじ形隠しって言って、ひじ形で隠すって珍しい。それ全然珍しくないから。珍しい珍しい、本当に、まあ、どうでもよくない。それで、その時に、じゃあ松田さん、それ条例でやればいいって言ってんだったら、それも法規制じゃんっていう話をして、法規制ではあると思うよ、うん、だったら法規制賛成派じゃんということで、まあ、論破したわけですけど、そういうね、いろんなレベルがあって、そこをごっちゃにいろいろ話してると、なんか噛み合わないままいっちゃうんですよね。で、まず一つは、その例えばここの、
国連勧告で言われているものというのは、まあ、もちろん民法もそうだし、刑法で、禁止っていうのはまあ基本これは刑法だよね。そうです、刑法、これら行為に対する刑法および民法上の方の不十分さに懸念を表明ってなってますが、法律作れよと、うん、いうことを、言ってるわけですね。で、まあ、やっぱり国際社会がこう言ってるから作るしかないんじゃないですか。いやいや、だからさっき、ね、さっきから何度も言ってるように他の方法でも本当は国連が言ってるんですよ。いや、国連 も、国際社会に逆らうのか。まあしょうがないわな、ここは国連も敵にするしかないわな。国連は左翼かとかって言ってるあの人いましたけど、まあ同じ考えてる、ね、あの人もでもヘイトスピーチ禁止は当然だっつってて、そこがポイント。俺やばいとこなんで、やばいんじゃなくて、ね、そこがポイントなんですよ。そのいや、それこそ安倍晋三ですらヘイトスピーチは良くないっていうわけで、橋本徹もそうだし、増田さんだってそうだし、っていうか聞かれてヘイトスピーチ OK っていうやつってアリカドぐらいなわけですよ。だから常識的に考えて、ヘイトスピーチいいと思いますか悪いと思いますかっていうのは、例えば人を殺していいと思いますか悪いと思いますかって言われてるのと同じで、いや良くないと思いますってしか答えようのないもんなんですよね。いやただあの彼はヘイトスピーチなんとかたかし、なんだっけな、沼なん田沼たかし、田沼、そう、うん、あの人はヘイトスピーチ禁止は当然だっつってるからね。つまりはまあ多分法規制前提な、何も考えてない可能性もあるけど、そう、何も考えてない、だから そこのね、うん、あのヘイトスピーチなんか良くないに決まってるっていう言説の中には、しかし、中韓への批判は、問題ないだろうということで、韓国人は在日韓国人は日本から出ていけっていうのはヘイトではないと思ってる人もから、まあいろんなあのレベル、まともな人までいろんなレベルがあるんだけど、お題目としてヘイトスピーチ、ヘイトのスピーチですからね、そんなんいいですってやっぱり言えないじゃないですか。だからあのどんな人も、特にその公職にある人は当然それは良くないっていう言いますよね。で、まあその時にどれぐらいその問題を認識してるかっていうのは、例えばそれを品位の問題として語るような人っていうのはやっぱり根本的なところがよく分かってないんじゃないかなっていう風になるじゃないですか。例えば、安倍なんかその日本人はこんな言い方しないとかね、これではまるであの中国人と同じレベルに落ちてしまうみたいなこと言う、これそれ自体がヘイトスピーチじゃないですか。だからあのそういう品位とか、礼儀とかそういう問題で考えてる人っていうのはまあ分かってないんだけど、分かってないなりにヘイトスピーチは良くないってやっぱり言うしかないっていう、それぐらい、のなんか悪なんじゃないかなっていうことだけがまず共有されてるという状態ですよね。で、それはそれで一方に、なんとなく、まあ、それ良くないよねっていうのの一方で、まあ、去年から俺はずっと、これは自民党、公明党を飲む可能性があるっていうことをずっと言っていて、で今年の頭に、まあ、ある議員秘書に会ったときに、まあ、野党なんだけども、これ、自民党、公明党を飲む可能性ありますよと、うん、これ、結構危ないですよっていう話を、1月ぐらいか2月ぐらいに俺、聞いていて。うん、で実際にもうすでに自民党の若手が、勉強会を始めていると、うん、っていうところまで来ていて、でこれは大体このカウンター内でも、まあ、野間派を切り崩すために一人一人呼び出して話するじゃん、うんうん、でこのこと言うと、まあ、大体9割方のやつはそれやっぱりやばいっすよねっていうんで大体転校するわけですよ。そういう、まあ、足の引っ張り合いをこの間ずっと水面下で続けて、自民党が飲む可能性あるってことはヘイトスピーチ規制法が成立する可能性が高いっていうことだから、一切やばくないよね。なんでやばいじゃん、だって法律が通る可能性があるってことでしょ。そうそう、だからやばいんだよ。じゃあいいじゃん。具体的にこれは今何を入れようとしてるかっていうと、宗教とそれから日本民族だよね。でこれがさっき言ったあの野間君は最初から分かっていながら民心をかどわかすために黙っていたわけだけど、これは逆もいくらでもあって、この ねヘイトスピーチを読めば分かるけども、例えばイスラムを揶揄するあのカトゥーンみたいなものに対して抗議してる側が捕まったりしてるでしょ。であと、ヘイトクライム法でもアメリカでは黒人たくさん捕まってるよね。マイノリティが人口比以上に捕まっていると。だからこれは実はマイノリティには適用されない法律って法律上まず難しいわけだよね。当然これはマイノリティがあのマジョリティに対して、もしくはマイノリティがマイノリティに対して行うヘイトスピーチにも当然適用されるわけだから、でその時に日本民族っていうものを
入れたいというのが自民党の今の若手が考えている、まだ学習会レベルですが。で、あとは宗教を入れれば靖国神社で、これ公明党は当然総括会で乗ってくるだろうと、というんで通る可能性があると。でそれに対して野間君が総括会の誹謗中傷もひどいから取締った方がええんやないかって先頭でしたよね。総括会って宗教ですからね、うん、宗教へのヘイトスピーチダメに決まってるじゃないですか。ある意味本当にそれはそうで、あの創価学会も確かにむちゃくちゃ言われすぎてるから、ね、そうそう、いや大事、そもそも創価学会へのヘイトスピーチ一番やってるのネトウヨじゃないですか。そうだよね。だから全部ネトウヨが悪いわけだから、まあ、捕まるのは黒大とかね。そう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 。まあね、あ、ちょっとごめんなさい、松田さんのその主張の骨子みたいなのを、ま、せっかくまとめてきたんでちょっと出しますね。まとめたってこれ、あの今もうなんか全部あの思いつきにバラバラに言ってるから、もう俺の段取りが全然もうめちゃくちゃになってる。まあ、今年の1月ぐらいにフェイスブックでまとめてたものなんだけど、松田さん あの今喋ってることっていうのはこの1から7の間のどれかに全部当てはまります。あのだから、これちょっと今これが邪魔になってるかな。大丈夫ですか、これで。大丈夫ですか、これで。大丈夫かな。まあ今この辺だよね。さっきまあこれ疑いがあるって言ってる人も今もいるけども、まあ、ただ、あのさっき言ったように刑法175条の存在を考えたときにはこの国ではちょっと言いにくいなと。でも実は刑法175条みたいな法律を先進国の中で未だに続けている表現の自由に対する鈍感な国だからこそ、俺はこの2の方でやばいと思ってるわけですよ。拡大がする可能性があると。でそれがまさにこの利用する人たちが出てくる。でこれは具体的に言えば靖国神社に対してのヘイトスピーチ、まあいろいろありうるよね。反転連方面とかね。で靖国神社を放火しろみたいなこと言ったらこれは捕まる可能性があると。これは十分俺は自民党は狙ってくるし、これに対しての反論って実は難しくて、ヨーロッパはほとんどもう宗教入ってるよね。で国連のまた別のなんだっけ、人権理事会かなとかってとこがやってるラバト行動計画、あれも宗教入ってるし、なのでこれもちろん靖国神社が宗教かどうかの問題はあるにせよ、それから、まあ、創価学会も間違いなく宗教なわけだから、これに対する批判を潰すために利用する可能性は十分あるよね。松田さんが今言ってることって、よくその表現規制反対派の人が言う、静香ちゃんの入浴シーンも犯罪になりますっていう、あれですよね。だからそれはこれを読むと分かるけど、実際に捕まってんじゃん、うん、いろんな。だからね、その実際にまあ捕まってるっていうこともさることながら、例えばね、そのこんなことが起きる可能性があるとか、こんなことが起きる可能性があるみたいな話っていうのは、なんていうのかな、その すごいその極端な例をね。俺ね、そんなに極端だと思ってなくて、うん、というのは本当にその宗教、そのヨーロッパ、多分ほぼどこの国も宗教は何らかの形で入れてると思う、うん、ただそこにはもちろん制限があって、国によっては、うん、民族性とくっついた場合の宗教のみ、うん、ヘイトスピーチが成立するっていう定義があったりとか、うん、まあ一応そこに拡大しないような条件がついてる国もあるけども、うん、利用しようと思ったら条件つけなきゃいいよね。創価学会はそのまま宗教の批判を潰そうと思ったらそれだよね。であとは萎縮してくれるわけじゃない、うん、そう。で例えばその法律っていうのは、まあ、いろんな法律で、例えば名誉毀損罪とか、侮辱罪とか、そういうものから始まって、それこそさっき その刑法175条猥褻、あるいは、軽犯罪法、全部そういう書かれてある条文だけを見ればこういうふうにも使えるよと、いうようなことっていうのは全部の法律にまあ言えることじゃないですか。それで特に最近男組が警察に弾圧されたりしてるのも、まあ、いろんな法律をねじ曲げて無理やり解釈して、やってると。だそれは法律の適用の方法が、違法であるっていうようなことなわけですから、それをあんまりこういう危険もあるみたいなことを言い募るのことは大事なことなんです。ちょっと待ってください。大事なことなんです。これはね、ヘイトスピーチ規制法をやっぱり
作るには ありとあらゆる、ことを想定したツッコミに対して一個一個やっぱり潰していかないといけなくて、そういう意味で松田さんはやっぱそのヘイトスピーチ規制法 に大きく貢献している、一人ではないかなと僕は思うんですけど、やっぱりどんな細かいそんなことあり得るのみたいなこともやっぱり検討すべきなんですね。で、これはだからそういうふうに運用されないような法律として、例えばその法律のその法理の部分、をきちっとその定義するとか、そういうふうにやらないといけないと。で、今松田さんが言ってるようなことっていうのは実は、過去にその人権擁護法案が出た時にみんなが反対した理由っていうのと、まあ、ほとんど変わんないと思うんですよ。で、人権擁護法案っていうのは2002年に小泉内閣が最初出したものですよね。あれも確かあれだよね、公明党が割と積極的だったんだよ。そうです。だから、自民党と公明党が乗ってくるよっていう話を聞いても、いや別に人権擁護法案なんだから当然じゃないっていう。まあ、小泉内閣が2002年に出して2003年に廃案になったんだけど、その後もまあ自民党の中でいろいろこう、これをなんとか法制化しようという動きがあって、だけどそれは、第一次安倍内閣がもう完全に潰しちゃってるんですね。安倍になって、もう人権擁護法案無理っていう感じになったと。で、その時の人権擁護法案が、潰れる主な理由っていうのが、その創価学会がどうこう、公明党のね、うんぬんとかそういうのも、とされることながら、その人権、擁護委員会みたいな、人権委員会みたいなものを設置して、それが結構その内閣の、直下にあるようなものを政府の中に作って、それがその、人権侵害を判断するというような仕組みを、提唱してたんだけど、そこにその外国人が入ったらどうするのかとか、ブラック解放同盟が牛耳ったらどうするのかとか、要はそういうような、ことで廃案になっていってるわけですよね。で、その時の、はい、反対の論理っていうのは、ごく一部のマイノリティの基準によって、いろんな人がその、何でもかんでも人権侵害って言われて、訴追されるんじゃないかとか、そういうような、懸念をみんなが持っていたと。で、それは今その松田さんが言ってる宗教に対して、また靖国神社に対して、どうなるのかみたいなことの裏返しですよね。でも俺はね、法律は基本的にやっぱりその拡大する可能性は常に考えておかないといけなくて、うんうん、だってさ、暴力行為等処罰法、うん、あの法律、まあ、もともと組合とか左翼系のための法律でしょ、うんうん、であれももうちょっと制限をしとけば男組助かったんだよ、うん、つまりもうそういうさ、当初想定してなかった時もところでも警察は探していくわけでしょ、うん、それはもうどんどん拡大するよね、ちゃんとしたセーブをしとかないと、うんうんうん、なんでこれもセーブをしなきゃいけないけど、うん、事故がそれじゃこれをセーブするとは思えないんだよね。だって利用価値むちゃくちゃ高いんだもん、うん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 、なのになんで支持するんだちょっと盛り上げた方がいいかなと、この辺で。事項が、使うっていうのは、何に使うと思ってるんですか、結局。まあ、靖国神社うんぬんとか、そういうこともそうだし、あと、まあ、公明党はもちろん、自分のところへの攻撃だよね。うん、あのね、ヘイトスピーチ規制法を作って、これがヘイトスピーチであるとかいう。ことが無限に、適用されるわけじゃないじゃないですか、うん、でそれは例えば名誉毀損であるとか侮辱罪なんていうのはほとんどその適用されない、非常にその刑事裁判に持っていくのが難しいものですよね。でそれはなぜそうなってるかっていうと、その表現の自由との、バランスっていうのが非常にものすごいその大きな原理として表現の自由があって、それとのバランスを考慮してっていうことなわけですよね。だから例えば靖国神社を批判したら、そのヘイトスピーチ規制法ができることによって靖国神社を批判したら、ヘイトとして捕まるんじゃないかとか、っていうことは例えばそのヘイトスピーチ規制法ができたからって、朝鮮総連を批判したってすなわちヘイトスピーチとはならないわけじゃないですか。いや、なんだけど、これ、比較の問題として、
大きく違ってるのは、もうさっき言った個人的法益の法律だよね、うん、つまり被害者がいてっていう法律に対して、社会的法益ってやっぱり緩みやすいわけじゃない、うん、だって警察が判断したらできちゃうわけだから、うん、被害届がなくても。ということで言うと、やっぱりこれは同じに語っちゃいけなくって、社会的法益の法律の方が、緩みに対してはやっぱり厳格にしなきゃいけなくて、もちろん厳格にある程度はできるんだと思うけどね、うん、それでももちろん。だからまあ、その社会的法益の場合は警察が判断したら被害届けなくてもできちゃうっていうのはちょっと話が違うような気もするんだけど、それは申告罪かどうかってことでしょ。それはでも個人的法益かどうかってこと関係あるのかな。関係あるじゃん、個人的法益の方に申告罪かどうかが関わってくるんであって、被害者いなくてもそれは例えば公然わいせつなんかでここでチンコ出して捕まる場合、みんなが納得してようが何しようが被害者いなくても捕まるわけじゃん、という法律だから判断の基準は警察だけだよね、っていう意味では危険度がより高いよね。でこの、特に俺ね、ヘイトスピーチに関しては脅迫だとか名誉毀損よりもっとやっぱり難しいんだと思うんだよね、定義が、うんうん、で今のところまだ賛成派の人たちも具体的な定義を誰も出してこないんで、海外を見るしかないけど、やっぱりものすごく難しくて、うん、でそれの難しさがよく分かるのは、ヘイトクライム法ってあれ州の罰則付きものすごいんだよね。であれ連邦法なんだから基準は一緒なはずなのに、州によって適用される数が多いところと少ないところがあって、まあ、結局運用次第でどうにでもなっちゃう、もうしょうがないと思うんだよねこれ、はっきり確定的なことが線引きがものすごく難しいので。で俺ヘイトスピーチ規制法、まあ、去年あたりからこれはやっぱ難しいんじゃないかなと思った時に出てきたのがあれですよ、ボディラン、フランスの、あれって出せる？今出せないな。あれ俺見た時に、と思ったのは、あれボブ・ディランってさ、いかに人差別がいけないかってことをとうとうと語ってるわけじゃない、うん、でその中で、クロアチア人のことをセルビア人はその、子供の代まで血を忘れないみたいなことを言ってるんだよね、うん、それで捕まっちゃってるんだよね、うんうん、でつまりそれは、ナチスと並べてクロアチア人を並べてるからなんだけども、事実クロアチアって、新ナチス政権で、セルビア人を虐殺したっていう歴史があるから、うん、それを批判してもヘイトスピーチになっちゃうっていうのは、うん、よく考えないとやっぱり分からなくて、うん、これを仮に日本民族っていうものを、ヘイトスピーチに入れた場合には、うん、朝鮮や中国の人たちは日本の侵略の血を忘れないんだっていう日本民族へのヘイトだって言えちゃうんだよね、うん、だからものすごくそこの境界線が難しくて、うん、それをやっぱり、ヘイトスピーチ規制法って形で刑事罰を加えるのはやっぱり俺は危険だっていう思うんだよね。これは、うんうん、まあ、これもそうだしこれもそうだけどね、ヘイトスピーチ規制法とか差別禁止法によってマイノリティが、そのなんていうか逆差別的なことで、なんかその不利益を被るということは結構いろんなところで起きてますよね。起きてるね。それで、ただ松田さんの話でちょっとごっちゃになってるかなと思うのは、マイノリティからマジョリティへの差別、まあ、差別はありえないのかもしれない、ね、マイノリティからマジョリティへのヘイトスピーチも、うん、対象になるのではないかって話と、うん、マイノリティからマイノリティへのヘイトスピーチも対象になるんじゃないかっていう話がちょっとさっき僕混ざってるような感じがしたんだけど、結局その境界線を多分引くことってものすごく難しい、うん、そもそも、うん、マイノリティとマジョリティを誰もが明らかに判定できるとは限んないじゃん、いろんなケースがありうるから、うん、でそれは場によっても変化するし、うん、一般社会一般ではマイノリティがある狭い空間ではマジョリティもありうる、まあ、事実それはアメリカなんかでいくらでも起きてることで、うんうんうん、だからね、例えばそのヘイトスピーチ規制法でその国連勧告に従うならそのブラックとかに対するものもヘイトスピーチに当然なるわけですけど、うんうん、そのヘイトスピーチをした人が、まあ、これは日常的に普通に起こっていることですけど、在日朝鮮人であったからといって、その場合法律の適用を逃れるなんてことは
おかしいですよね、うん、ありえない。でそれは別に法律的にはおかしくないじゃないですか、うん、おかしくない、ね、でもちろん部落の人がチョン死ねみたいなことを執拗にネット掲示板に書いてたとしたら、当然それはヘイトスピーチっていうことになるし、まあ在宅の中だってマイノリティはいるわけだし、ね、そうです。なんかまあその属性によって法が適用されるかどうかっていう話ではなくて、うん、あくまで、その言説がその文脈において、マジョリティ属性とマイノリティ属性の不均衡を利用した不公正な言説かどうかっていう判断だけでいいんじゃないの？うん、多分、うん、その場においても、マジョリティマイノリティっていう区分っていうのはやっぱり難しくて、それはさっき言ったみたいに、うん、イスラムを揶揄する者に対する抗議でも、具体的にどういうあれだったか忘れたけど、まあ多分クリスチャン死ねみたいなこと言ったんだと思うんだけど、うん、もうその状況ではヨーロッパにおいてはマイノリティからマジョリティに向けたことだけども、宗教を背景にしたヘイトだよね、それは。だからその場合は属性は関係なくって、宗教的憎悪を背景にした言論かどうかだけだよね、判定するのは。でそうしないと多分法律上判定ができない部分が出てきちゃうんで、多分その属性は一切問わずに憎悪が背景にあるかどうか、ヘイトクライムも全く一緒でっていうことに多分なっているんだと思うんだけども、なのでまあ、野間君は分かりながら隠してきたことだけど実際に皆さんが思ってるように都合よくマイノリティ救済の法律にはやっぱりならないし、うん、権力者が使おうと思ったら使える法律になっちゃうってことだよね、うん、去年ね、うん、鶴橋だっけ、うん、で在日の人が日本人なら誰でもよかったみたいなことを言って、うん、あったね、刺した事件あったじゃないですか、うん、であれがやっぱりそれの例に非常にその合致するかなと思うんだけど、もう完全にヘイトクライムだよね、僕はやっぱりヘイトクライムだと思うんですよね、うん、でそれはマイノリティマジョリティっていうところでいうと逆転してるけど、日本人であるという属性を持って、うん、殺そうと思って実際に傷つけてるわけだから、うん、やっぱそれはヘイトですよね。ヘイトですね。でそういうものは当然その想定しうるし、そのさっき言ったそのクリスチャン死ねみたいなことに関して、これやっぱり日本だとあんまり、実感が湧かないというか、多くの人がそのいわゆる日本宗教というかですね、なんかその、まあ、仏教と神道の合体みたいな無宗教と思われてるけど実は無宗教じゃない、そういう信仰のもとに生活していて、クリスチャンなんかはすごい非常にマイノリティじゃないですか。でそういうものとそのクリスチャンが多数派を占めるか、あるいはそのムスリムと拮抗しているような状態のところで、例えばクリスチャン死ねみたいな、ことを必要に言うことがあったら、やっぱりそれは宗教的な対立を高めますよね。でインドなんかもやっぱりそういうことが起きやすくて、そのムスリムとヒンドゥーの宗教対立みたいなものでその間に行われるヘイトスピーチであるとか、それはもう町によってムスリムとヒンドゥーの割合が違うし、そこにそのジャイナ教徒が多い町もあれば、ファールシーっていうハイカ教徒が一定数いる町もあったりとかして、非常に複雑なんだけど、複雑でこの危険があるからやめといた方がいいで終わってていいのかっていう問題。いいんですいやだから選択肢がさ、事なかれ主義ですよ、ね、いやいや選択肢が他にいろいろと出てきてるし、具体的に動きがあるんだから、うん、なんでそこまでヘイトスピーチ規制法にこだわるのかも俺分かんない。いやそれは例えばね、さっき言ったその法規制って言った時に、うん、どこまでの範囲を含めるかみたいなことで、うん、例えば松田さんが今言ってるの問題って、その他の選択肢でも起きうるよ、起きうるじゃないですか。起きうる、だったらほぼ起きうる。だったらこれが危険だから刑法で法規制するのは、ダメだ、しかし他の選択肢があるんだからいいじゃないかって、例えば条例をね、橋本をすごく評価してるけど、うん、条例で決まっても全く同じことが起きるのに、なぜそれは橋本君はねそんなこと言ってないんだよ。いやじゃあ橋本じゃなくて、うん、例えばその橋本は別に今そういうこと言ってないけど、例えば地方のね、うん、条例をいろいろ作っていけばいいじゃないかみたいな話であるなら、今のところ条例、もちろん条例で刑事罰を科すことは可能だけど、つまり俺が言いたいのは、法律条例であろうが何であろうが、あるいは民法上のね、不法行為の、判例であろうが、全部法律なんだから、松田さんが今それで
こういう危険があるからヘイトスピーチ規制法は反対だとかって言っても、あのその代替案も 法律じゃんっていう、そういうことですよ。それは要するに適用される範囲が違うってことだよね、うん、で、それは、なぜこれは条例の方が向いてるのかに関しては、あの全国知事会の、依頼を受けた、大谷先生、名古屋大学のあの人の論文の中にも出てるけども、そもそもこれヘイトスピーチ、路上のものに関して言うと、デモとか街宣に関して言うと全国で起きてるのはまあせいぜい10カ所行かないぐらいの都道府県なわけじゃない。なのでそこで条例を作って規制するのが、あの危険であればあるほどそうすべきであると。でその地域に合った条例にすべきで、なおかつ、今、動きがいろいろ起きてるのは、公園条例、施設条例、特にまあこの2つで、その次に公安条例で、これに関しては直接表現をした人を処罰するのではなくって、行政を縛る法律だよね、うん、で行政がちゃんと、法を理解して基準を理解をしておけばいいことで、一般の人たちってこれ理解できなくてもいいわけですよ、極端な話が、あの届け出してはいダメですよって言われるだけの話なので、うんうんうん、なのでこれはあの実際に影響する範囲が全く別だよね、うん、直接処罰するのと行政を縛るのと。でもう一個、あの橋本市長が言ってるのは、第三者機関を、定めて、これはヘイトスピーチだっていう認定をするだけだよ、うん、でこれ条例が必要、もしかしたら条例さえ必要ないかもしれないけども基準を出した上で、でもうこのデモの責任者の名前まで公開しちゃえばいいじゃない、何にもそれ以上する必要なくって、まあ、いわば晒し者にするっていう、俺はこの方法がもしかしたら一番効くんじゃないかとも思っていて、とりあえずこれでいいじゃん。であとは民事は民事で進んでるわけだしね。その晒し者にするっていう方、ヘイトスピーチだって言って晒し者にする方法が効くっていう考えはどっから来てるの？恥ずかしいっしょ。だってそれ今やってんのアリカドとかですよ。そうなんだけどね。でも桜井とかアリカドとかそんな奴らがあの自分らであのヘイト散々やりまくって、それを良いものと思って自分らで積極的に、だってあのカルロスだよあれをなんか自分らで写真を上げたりしてる。いやいやでもね、俺あのやっぱおかみがそれをやることのあのプレッシャーって俺それなりにかかる可能性はあって、だって姿勢頼りにあの印刷されてんだよカルロスがまあそれ市民からの抗議も増えると思うけど、いやでもそこまでやっぱりできないでしょ、そんな晒し物的なもの。どうか分かんないけどね、うん、だから結局その行政が認定しますっていうのは、そのヘイトスピーチ、その要するにお上がヘイトと認定しましたよっていうことで、だったら何っていう、橋本対人デモをやるだけの話じゃないですか。まあでも、カウンターも増える可能性はあるし、ね、で、まあ、俺は逆に言うと、ヘイトスピーチ規制法を作っても果たして効果がある、上がるかどうか分からないっていう意味では俺実は全部一緒だと思うの、うん、あらゆることはそれ結果がまだ出てなくて、例えばフランスだって今になって、うん、いや結局ヘイトスピーチ規制法はそれはそれとして教育をやんなきゃいけないみたいなことをまた言い出してたりとか、うんうんうん、だからそうだね、だからヨーロッパでそのヘイトスピーチ規制法がいまいち効果が上がってないっていうデータとかがあったりとかして、うん、そういうのはやっぱりそのあのちゃんと検討した方がいいですよね、うん、でだからといってな規制法はなくていいという結論にはならないんじゃないかな。いやだってまず、うん、あの皆さんこれこの本ね、あのヘイトスピーチ規制法どっちかというと賛成側のスタンスなんだけど、うん、これやっぱり読むとすっごくよくわかるのは、うんうん、俺たち昨日今日始めたばっかりじゃんと検討、うん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 、だって20年30年40年やってんだ、1960年代からもう具体的に始まっていて、うん、ドイツは実はナチスが出てきた時にヨーロッパではもう検討が始まっていたりとかで、うんうんうん、歴史がもう半世紀にわたったりしていて、うん、俺たち1年2年でなんでこんな焦ってんのって感じじゃん、うん、オーストラリアが民事 の法整備してから刑事を導入するまで20年だよ、うん、調査だけで20年やっていて、うんうん、だからこれを来年再来年でもう毎回カウンター行くの大変だから、あの早く法律を作ってなんつって、これから20年調査があるってことをみんな忘れてないかっていうことなんだよね。このぐらい、うん、あの細かな検討しなきゃいけないし、段階的にやってるよね各国、うんうんうん、少しずつ少しずつ、うんうん、なんで焦りすぎですよみんな、まあ、焦る必要はないっていうか、まあ、
焦らなくてもいいんだけど、20年他の国で過去20年のねそういう実績があって蓄積があるんだったら、あの日本はそれを参照して、少なくそれの年数をできるだけ少なくしていく方向でヘイトスピーチ規制法を作りましょうって話になりますよね。でもそれで言うと、うん、その反省も始まっていて、うん、やっぱり教育だってフランスが言い出してんだったら、じゃあ教育だけやりゃいいじゃん。いやだ教なんでなんで規制法か教育かで二者択一、両方やりゃいいじゃない。いやいや、それとあとこの本の あの優れた視点は、そのなんかデモかカウンターかみたいな、なんかそのこれあのデモか選挙かみたいな、デモやるぐらいなら選挙行けとか、なんかそういうそういうなんか並べてはいけないものをになんか並べて、あたかも前者が間違っているかのような、そういう奇弁だよね今。いやいやいや、そんなことないんだからね。でこのあのこの本の優れた視点は各国の事情で考えるしかないんだってことだよね、うん、でこれはもうまさにそうで、うん、アメリカと比較するのが一番分かりやすいけど、ヘイトクライムってあれ多分検察の判定だと思うけども、判決がだから実際どうなったか知らないけども、9000件年間ヘイトクライムが、うん、でまあ年によっては6000件とかだけど、まあ、1日数十件起きてんだよね、うん、で日本の国でじゃあヘイトクライムってどんだけ起きてるかって言ったら、まあ思い出すのはさっき言ったのとか、あとは新木場の同性愛者の殺害みたいなのが、まあ、数年に1個起きてるだけで、まあもちろんあれ報道されないだけで、実際には強盗で女だから狙いましたっていうのももしかしたら引っかかる可能性はあるんだけど、うん、っていうか、まあヘイトクライムの法律がないんだから、統計にヘイトクライムが現れないよね。そうそうそう、だからそれは単純に比べられないと思うけど、まあ、そこまではどう考えてもでもやっぱりいかないわけで、うん、確かにそのヘイトクライムであるとか、まあ、人種例えば人種的憎悪に絞って考えても、もうそれこそヨーロッパなんかあったらもう、ね、90年頃なんてやっぱりその放火したりとか、ね、殺したりとかっていうことがやっぱり非常に、マイノリティだけではなくて、うん、反レイシズム活動の人も殺されてるよね結構、うんうん、だからそういう問題のその緊急度と深刻さっていうのは、まあ今日本でねその在特会みたいなものに悩まされてる、攻撃を受けてる人たちにとってはちょっと厳しい言い方になるかもしれないけど、そういう比べ方をした場合に、確かにまだ穏健なんですね日本の場合は、うん、まあ陰湿も言えるけど陰湿でそうなんだよね。だからその、まあ、日本スタイルですよね日本のヘイトっていうのは、うんうん、だからその実情に合った、法律をみたいな、まあ、あるいは、まあ、条例でも何でもいいんだけど、その実情に合ったものをなんとか、しないといけないっていう意見には賛成なんですよ。だからまあ実情に合った法規制をやるってことで OK ですよね。それは OK ですよ、うん、じゃあ法規制賛成派っていうことでまさに奇弁それはそうと、これは休憩ないの？ないんだ。休憩あるんですか？休憩なし。なしか、はい、お腹すいた？いやそんなことないけど、うん、あるけど食い物。いやじゃあどこにあるの食い物？俺から見えない。ああ分かりました。あとねちょっと根本的なところを、うん、やっぱりその僕指摘しておきたくて、うん、これはまあ具体的なそのヘイトスピーチ規制法云々というよりも、うん、なぜ、人々が、去年か、ヘイトスピーチ規制法がいるんじゃないかとか、うん、特にカウンターに来てる人は松沢さん以外全員そう思ってるわけで、かなり9割潰しましたからいやいや潰したって、それは松沢さんの前ではあ分かりましたって言って、そうなんだよ、めんどくさいからそれは言うに決まってんじゃん。それもあるし、そんないちいち議論をふっかけられて、こっち側にさ、せっかくオセロをひっくり返したのにここにまた野間くんがいやいや松沢の言うこと信じるなって、またオセロをひっくり返そうとしてますよっていう報告も来てるんだ。楽しくさ酒飲んでるところの横でさ、なんかお前はヘイトスピーチ規制法に賛成なのかとか、そうそうそうそんなん、いやはい分かりました、いやもうよくないですねって言う、その場では言うに決まってんじゃん。だからいやいや、まあでも俺の勘は9割こっちだから、まあ、それはいいとして、それでね、なぜそういうふうにみんなが思うかというのは、特にそのカウンターに来るような人たちっていうのは、まあ、非常にその正義感が強いというか、あるいはその悪いことが許せない人たちじゃないですか、不正義を許せない人たちで、それだけじゃなくて、例えば街でデモを眺めている人たちとか、あるいはそのニュースで見た人、要するにあれを見ないとあまり何とも思わないんだけど、例えば映像でちらっと見ることによって、
まずみんなが最初に全くの法律の素人ね、一般人、カウンターもほとんどそうですけど、何を思うのかっていうと、あれは法律で OK なんですかっていう疑問を持つわけじゃないですか、うん、でということはそのみんなの中に、これは犯罪なんじゃない、犯罪であるべきなんじゃないかっていう考えがやっぱあると思うんですよ。で犯罪じゃないかっていうよりも、うん、もう一個は、まあ、犯罪じゃないか、そこの境界線曖昧だと思うけど、警察がなんで許可をしてるのって感覚もあるよね。そうだから、なんであれが許されてるんですかみたいな話がやっぱり、うん、あの素朴な疑問としてまず起きるじゃないですか、うんうん、であれは本当はダメなんじゃないのかなとか言って、それで例えば、ヘイトス、例えば朝鮮人殺せ叩き殺せとか言ってるけど、これは犯罪でしょうってみんなが最初はパッと見に思うわけでしょ。だけどあの、ね、それこそ舛添さんなんかあの未だにそういう認識だけど、脅迫でやればいいんじゃないかとか、だけど、そういうふうにできない仕組みになってるから彼らは自由に やってこれたわけですよね。でということはあのこの間ちょっと話した時にも出たけど、あの処罰感情っていうものがあるわけですよ。で処罰したい欲望、あれを罰したい気持ちっていうのがやっぱり僕らの中にあって、で、まあ、それを松田さんはまるで悪いことかのようにやっぱ危険だと思うんだよね、そこに走るのは、うん、だけどやっぱりそのそこはね、僕ねあのきっちりその向き合った方がいいと思うんです。それは処罰感情だ、球団の欲望って俺がしょっちゅういろんな人にあのへさよを攻撃するときによく言ってるけど、まさにそうね、その俺が言ってるん大事って言ってるんだから、これ説得力あるんじゃない？そうか自分勝手ってじゃなくて、やっぱりみんなの中にそのなんていうかな、俺は制裁欲と言ってる、制裁欲というか、まあ、いろんなその常識とかモラルを培ってきたあのみんなが共有している大きなその枠組みの常識とかモラルの中で、それはあのダメなはずなんじゃないのっていう違和感がやっぱあると思うんですよね。あるね、それは。でだからそれはそれが法律の条文に今ないんだったら、それを反映させるべきだと思うの。いやだからそこは、うん、制裁欲ではなくて、あれはいけないんじゃないかなっていう感情は、それこそ公安条例の改正だとか、うん、あの施設の改正だとか、うん、あの できることなわけだから、何も制裁に行く必要ないんだよね、まあ、もちろん同時に制裁欲もあるの、あいつら許せねえっていうのももちろんある。だからね、そこが大事で、あのつまりね、一つには実際にああいうことが起きないっていうふうな、そのさ例えば施設とかその条例とかでね、役人の方をコントロールして、ああいうものを許可できないようにした方がいいんじゃないかっていうのは、うん、まあクリティカルな、とか実践的な、意味での、方策じゃないですか。それとは別にやっぱりあれを犯罪として、規定したいという気持ちがやっぱあると思うんですよ。まああるから、だから俺はだからそれは危険だと思って。危険で、それはやっぱ簡単に分かんないところで蹴るとか、いやだからそういうことでやっぱり果たすべき。いやいや、じゃなくてそれはそのリンチじゃなくて、うん、あの男組がよくやってるようなそのリンチではなく法律ね、できちんと、これは罪であるということがその社会的に共有されるべきだっていう考えがやっぱりみんなの中にあるんだと思う。それをね、俺だからね、それは、うん、そういうなんか制裁をしたいとか、あいつらを懲らしめたいっていうのとは別に、基準はどっかにやっぱりあった方がいいとは思う、ね。うん、まあ、だ制裁欲っていうのは別にその例えば、懲役20年にしろとか、うん、あの禁錮100年でとか、そういうことではなくて、いやそれが、まあ、ヘイトボーターはそれでいいんだよ。いやそれはまあ、 あのいいんですけどあのそれは別にいいとして、なんていうかな、別に罰金10万円でもいいわけですよ。その社会的な認定として、これはあのクライムなんであるということをあの位置づけたいっていう気持ちなんだと思うんだよね。俺だからそれは民事でいいんじゃないの。かなり俺だって今回の裁判はそういう役割果たしてるでしょ。民事はだってクライムじゃないもん。クライムじゃないけどね。クライムじゃなくて、それはあの経済的不利益を受けたとか、うん、不法行為を受けたとか、そういう、それこそ、私人と私人の
あるじゃないですか、うん、そうじゃなくて社会的に、これがクライムなんであるということで、それさっき の、 あの国連の勧告にもありましたけど、警察官とか裁判官をね、これヘイトクライムを見抜けるように、きちんと教育、訓練すべきであるというようなことも含めて、うん、そのクライムであるということで社会、この社会で共有されるべきだっていう考えがみんなの中に僕絶対あると思うんですよ。だ俺はやっぱ、だ俺はだからみんなの意見を代弁してるわけですよね。でもそれは同時にやっぱり危険でもあって、もちろん危険なんだけど、あの利用する人たちが出てくるっていうのが、まあこれね、俺は前々から言ってるように、うん、それは別に、権力にある人たちだけではなくって、一般の人たち の利用も確実に出てくるわけで、うん、俺民事と刑事の決定的な違いやっぱりそこがあって、うん、刑事になった、まさに今言ったみたいにこれは犯罪であるという公権力が認めることを背景にして人を叩きたい人たちたくさん出てくるんだよね、うん、それが俺もうめんどくさくてさ、だからね、僕その松田さんのヘイトスピーチ規制法反対論の中でそれが一番しょうもないと思ってて、うん、で僕らはそのずっとそれあのセクハラであるとか、うん、いろんなことで、うん、それをやっつけてきたじゃないですか。もちろん。それでいいじゃん。めんどくさかったじゃん。いや、めんどくさいってだけ、めんどく、自分、そんな自分がめんどくさいからって言って、そのマイノリティが不利益を被るのを見過ごしていいのかみたいな。いやいやいや、だから他の方法もいろいろあるにも例えばね、例えばそのクライムとして認定っていうことで言うと、そのセクシュアルハラスメントなんていうのはまさにそうで、あのそのセクシュアルハラスメントっていう概念を、あれ、実際の法律は、だって迷惑防止条例、をちょっといじっただけみたいな感じじゃないですか。あのセクハラ防止法的なもの、ストーカー防止法とか、ストーカー防止法で、うん、まあ、あとはあの、雇い側を罰する、まあ、罰金だけど、うん、例えばその、あ、ごめんなさい、間違えた、ストーカー防止法ね、うん、でストーカー防止法っていうのは、ストーカー防止法の元になってるのはあれ迷惑防止条例ですよね、うんうん、で その中に、書いてあることっていうのは、進路に立ちふさがらないとか、大勢で取り囲んではいけませんとか、大声で威嚇してはいけませんとか、あの罵声を浴びせてはいけませんとか、カウンターが全部アウトなことばっかり書いてあるわけで、あの実際に言うとそこで、それ僕ら最初マジで検討したんですよ。芝木大佐最初やるときに、これ迷惑防止条例で、あのこういう条文があるから、これアウトになる可能性があるから気をつけましょうねみたいなことを1回目の芝木隊の直前に検討したことがあって、要するに取り囲んで道を塞いだ場合、これにあの抵触する可能性があるから、でもまあほとんどこんなことで、適用しないけどねっていう弁護士のアドバイスなどもあり、まあ、実際にそういうようなもんじゃないですか。で、あれは、駅で切符並んでるとこ割り込んではいけませんっていうのも法律に書いてあるわけですよね、軽犯罪法とか迷惑防止条例に。でそれにアレンジを加えて、恋愛感情に基づくつきまといとかそういうものは、これはストーカーというものであり、その単なる迷惑防止条例ではなくストーカー規制法というもので、犯罪にしますよということで、まあ、実際にこのストーカーっていうのは今でもそうだけど、ストーカーに殺されたり傷つけられたり物理的にねするっていうその犯罪事例がやっぱ多いわけですから、そこでそのストーカーっていう概念を法律が確立したっていうことはすごい重要なことじゃないですか。それは重要 でいいんだけど、で俺、まあ、うん、ヘイトスピーチ規制法ってさっき言ったみたいにやっぱりね、俺たちは難しすぎるのいやだから、ね、やっぱりあのバカ前提にしとかないと、俺たちやっぱりそこまで頭良くなくって、うん、だからね、あのそれは逆に法律が決まることによって、あの概念がそのみんなに理解されるってことも、まあ、ストーカーもそうだし、セクシュアルハラスメントもそうだし、そういうもん、でもなんか正確に理解されてなかったりするわけじゃん。だってそんな正確にって大体でいいんじゃないまあそう、大体でいいですよ。そんな法律のすべての条文を正確に理解してる人なんて誰もいないわけだから、大体でよくて、例えばそのさっき言った人権擁護法案ね、2002年に出たものの中にもうヘイトスピーチ規制 もう入ってるんですよ、最初から。でその人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせ、その他の不当な差別的言動を、規制すると
職務上の地位を利用して、相手方の意に反してする性的な言動、これはセクシャルハラスメントですよね、この2つが明記されてて、まあ、これが廃案になったわけですけど、あのヘイトスピーチ規制っていうものはその広くその人権擁護法案とか反差別や差別禁止法案みたいなものの中に、まあ、当然のこと入ってるわけで、それで去年在特会とかカウンターのことでヘイトスピーチというものだけがやっぱりそのクローズアップされたために、何か全く新しいようなもののように思われてるんだけど、あの実はまあそうでもないじゃないですか。だから、まあ、あとやっぱりねこれもう一回あの細かくちゃんとみんな考えてた方がよくって、ヘイトスピーチって、まあ、あくまでもあの扇動だよね、差別の、うん、で、ヘイトクライムなんかが俺典型だと思うけども、まあ、ヘイトスピーチもそうなんだけども、本当に力がない人間の持ってる武器って暴力と言葉だったりするわけじゃん、うん、で下手をするとこれ、例えば不当な扱いを受けた人間が、まあ、ぶん殴ったらヘイトクライムになるし、ぶっ殺すぞって言ったらヘイトスピーチになりかねないっていう意味では、やっぱそれを俺弱い人間に一方的に働きかける法律になりかねないので、うん、つまり金持ってるやつってどうでもできるわけじゃない、人を雇わない、家に住ませないっていうようなことができるのに対して、あの力がない人間の方にあのしわ寄せが来る可能性を考えると、俺はやっぱり店に入れないとかっていうことをちゃんとあの刑事罰を作ってた方がいいと思うけどね。犯罪化するってことです。犯罪化するってことだよ。処罰感情、処罰感情、死刑同じじゃん。危険性、危険性があるじゃん。危険性がもちろんこれもリスクはてか、そっちの方が難しいんじゃない。なんであなたは店に入ってはいけませんって、それは無理よ。え、あなたは店に入って、うん、店に入れないっていうのは、ね、いや、違う、店に入れないことに刑事罰、つまり今まあ民法であの浜松とかなんか小樽とか、ああそういうことね、うん、あのお風呂屋さんにロシア人が来たら、そうそうそう、っていうのロシア人を防ぐために外国人お断りにしてて、日本国籍のもともとアメリカ人だったかな、を入れなかったやつとか、あと浜松はブラジル人、うん、それは刑事罰でいいの、いいんちゃう。でもまあなんていうのかな、だってヘイトスピーチも刑事罰、まず外国人を入れないっていう境界線ってかなり、民族だとかってはっきりしてんじゃん、境界線が、うん、でしかも入れないって行為ってすごくはっきりしてるよね、うん、いや朝鮮人お断りだったらどうすんの。それはアウトじゃない、日本国籍の朝鮮人だったらどうなの。それはだから基準はどこに置くかだよね。で結局でもヘイトスピーチと同じで曖昧ですよね。いや曖昧でも なくない、あの店に入れない入居拒否っていうのは、うん、だって、だそれがもしはっきりとあの結構その確定できるんだったら、ヘイトスピーチだって例えばやっぱりね、言語の方がそれは定義はやっぱりさっきの、対象がだってもう確定、そのいやいや、ね、対象が確定しない言語っていくらでもあるわけじゃん。あのつまり、例えばこの朝鮮人がって野間君に言ったときは、一体誰がどこの方向でヘイトをしてるかっていうのがブレるけど、入店拒否とかってはっきりしてない、その人を入れないってことなんだから、うんうんうん、いやだからね、そのこの例えばそのどこまでを規制するかみたいな問題で、前僕ブログにも書きましたけど、僕に対して、朝鮮人がっていうことを悪口で言ったとしては、これはあのコリアンヘイトなんだけども、うん、それはあの規制しなくていいじゃんみたいな考え方もあるわけじゃないですか、うん、で要するにあの社会的法益を守ることだからといって、全部そのそういうコリアンヘイトを一律にあの細かく全部適用するっていうんじゃなくて、例えば桜井誠が書いてるような本がヘイトまみれだけど、ああいうものは言論で対抗していいんじゃないですかとか、そういう区分はありますよね。だけどこう公の場で朝鮮人を叩き殺せみたいなことに明らかな、そういうもう明らかにダメなものってあるわけじゃない。でやっぱり侮辱罪にしろ名誉毀損罪にしろ、そういうふうな適用のされ方をされてるので、条文だけ読むとこれはどんなもんでも無理やり適用できるなみたいな法律がほとんどなわけじゃないですか。だからそこでその公共の福祉っていうことをとの兼ね合いで判断するっていう、今までのその裁判所の
やり方を発揮すればいいだけなんじゃないの。いやだからその前に別の意図を入り込む余地がいくらでもあるって話だよ、ね、いやもちろんだけどそれはその警察とかねそのいろんな人にそういう意図があったって何のための裁判所なのかっていうことじゃないですか。いやいやだって法律の条文がそのように作られてたら当然アウトでしょ、うん、その法律を作るのは野間くんではないのだよ。いやそうなんだけど、うん、法律のいやちょっと高まってみましたそうなんだけど、うん、そんなどんな法律だってそうじゃないですか、うん、だけどいやその法律はお前の好きなものにはならないと。ならんよ。いやそれは当然のこととして当然の前提としてそれは受け止めた方がいいと思いますけどそんな当たり前のことを言ってそのみんなの萎縮させようっていうのもちょっと間違ってるかなと俺思うんだね。いやいやでも俺今の自民党って本当に何やるか分かんないことを前提にした方がいいと思うよ。いやもちろん安倍政権倒してからですよ法律が法案が通る。ああそうなんだ。だって20年かかるって言ってたじゃん。ああ安倍政権なんか来年倒れるじゃん。そうそう。いやだからあんなブルドーザーとかを持ち出してきてるわけだからもうすぐ倒れるわけで、そんなのは別に。いや要はねこの人権擁護法案にしろ結局安倍政権がもう非常にその反対してて、その人たちの反対の仕方っていうのはもうヘイトに基づくものだったわけですよ。安倍政権とかチャンネル桜とかがすごい反対キャンペーン やってましたよね。でその在日に乗っ取られたらどうすんだとか、部落解放同盟が、来てよ俺らを好き勝手にやるんじゃないかみたいな、そんなやり方で潰れたんで、まあ、安倍政権の時はこれはできないわけですよ。ヘイトスピーチ規制法もね。でいやいやできないとは限んないよ。 だもうだって20年動いてるの、うん、いやいや20年かかると本来そのぐらいかけるべきものだけど、うん、それでね大急ぎで作る人たちが、まあ、安倍政権何するか分かんないって言うけど大急ぎでやろうとした解釈会見96条会見とかいろいろ全部失敗してるじゃないですか。だからまあ失敗だってもう解釈会見にしましたとか言ってすごいごまかしで終わったわけでしょ。だからそれはこういう危険な政権だから何やるか分かんないから法律を作るのは良くないっていうのは理屈としておかしいと思うんですよね。理屈としては、うん、理屈としてはだって危険な政権だったらその法律が必ずそいつらが作るわけだから、だって必ず与党が作るわけだから、大体与党に投票しない人たちである松沢さんとしては、いつ何時も法律なんか作れないってことになる。いやいやだから安全なより安全な、しかも、うん、俺やっぱりねここにヘイトスピーチ規制法があるとまあ一応順番っていうのがあるんだと思うんだよね。要するに影響度がより少ない、それはヨーロッパなんかでもよく言われてることで、でもしくは法ではない方法もあるけども、どうそれを抑制していくかっていう時に、まあ、やっぱり刑事罰、うん、懲役刑があって罰金があってで民事があって、あとはまあ指導みたいなものがあるみたいなランクがやっぱりあって、いきなりここはやっぱり最も危険なところだと思うので、うんうん、やっぱり避けるべきだと思うんだよね、うん、それはね、いきなりここっていうその、前提が間違ってるんじゃないかな。だって、まあ、いろんな方法があるということも含めて、うんうん、例えばその条例で、ね、何かやりましょうということにそのヘイトスピーチ規制法を作りたいと言ってる人は別に反対しないじゃないですか、うん、でその段階を経てそういうものが出来上がっていけばいいというふうに、まあ、多くの人は考えてると思うんですけど、その松田さんはそのヘイトスピーチ規制法の刑事罰の伴うようなものは反対、危険だ、いやまあいきなり行く可能性がある、危険だ、静香ちゃんの入浴シーンもヘイトスピーチになってしまうみたいな、そういう話が二重三重に間違ってる気がするんだけど、だからそういう脅しをかけてそこを意識したら、いや俺ね、だからそれこそ、まあ、権力の思うつぼだよね。ちゃ、権力を利する、権力を利するフリーエロライターみたいな、そんな感じのあれだね。言ってることがもうちょっと疲れてる。いや疲れてないけどいやまあだから俺結局去年言ってたこととあんまり変わんなくてさ、うん、ヘイトスピーチ規制法か反対ってここでもうやっぱりとどまってる感じがなおあって、うん、やっぱりだったらもっと身近なところに今動きがあるんだからちゃんとそれをやっていくべきなのに、野間がヘイトスピーチ規制法だーって言うからまた気がそっちに行くみたいな、妨害やめろって話なんだよ俺でも実際にはほとんどヘイトスピーチ規制法の話してないでしょ、うん、特に今年になってから全然言ってない全然言ってないでしょ、うん、実は、うん、なんかもうなんか松田さんが面倒くさいこと言ってんなとかも、うん、無視してやろうみたいなそんな感じでだけどなんか俺はあいつを寝返らせたとか、うん、なんか調子乗ったことばっかり言ってるから
そんな簡単に寝返らないよと。いや、寝返ってんだ結構。いや、だからみんなね、やっぱりね、その僕さっきも言ったけど、その揺れるっていうことも大事で、本当にその松田さんが言うようなことを全部、松田さんを論破したら、だからいい法律ができるわけじゃないですか。で、そういうものをやっぱり作っていかないといけないなと思うんですよね。それはもう本当に文字通りの意味で、その危険、その法律の悪用っていうか、権力側からの悪用の危険性ということを考えたときに、できるだけそういう隙は減らしておくべきだし、だから松田さんが突っ込んでる危険だって言ってるようなことを全部、松田さんがまあ、3年後には全部納得してると思うんですけど、そういう、松田さんって大体、俺ね、うん、それよりね、うん、すごいイラつくのはやっぱ、結局、のまかと思うんだけどさ、うん、本当にちゃんと議論みんなしないよね、これ、なんでだろう。議論してるじゃん。そうでもないよ。だって、フェイスブックの上で、直哉に絡んだりとか言うし、俺が絡んでんね、あれな。でも、こう、なんかちゃんと返ってきてたし、そういう議論って、だってそんなもんじゃない。いや、まあまあ、そうなんだ。いや、だけども、うん、久々ではちゃんとそういう書くやつって。書くやつって何？そのちゃんと自分の意見を書くやつって。あ、だってそれは難しいもん。いや、難しいところももちろんあるけど、あと松田さんがめんどくさいもん。あ、それもある、それもあるんだと思うんだけど、ね、うん、で、なんかすぐに、なんかお前たちはヘイトスピーチ規制法に賛成する人間のクズだみたいな、そういうことを書くじゃん。ヘイトはどんどん、そうそうそう、だからそれはもうそういうのはまあやり過ごしとけばいいんですよ。適当に適当にやり過ごしとけばいいんだけど、いや、でも今年の頭にもう言ってたのは、もうこんなのこれからの議論をもう いわゆる文化人とか法律家とかちゃんとやってくれっていうことを言って、もう俺は離脱しようと思ってたのにさ、うん、そういうのも全く起きてねえじゃん。でも一般的には、一般的にっていうのは文化人とか、文化人とか、じゃあそれ文化人とかがやるまでそれをやっぱり松田さんが言い続ければいいじゃん。で、俺らが松田は叩きをするからさ、そのことによって議論が喚起されていくっていう、まあ、だ結局バトルでないとみんな寄ってこないんですよ。まあね、要するにその在特会のことが話題になったのも、しばき隊が出てはっきりとした敵として現れて、そこに対立があってバトルになったから、みんながやじ馬が寄ってきたことによって、世論喚起になったわけで、やっぱバトルがないと無理なんですよ。何のてめえとかやればいい。いやいやそうね、だから、まあ松田さんは、まあ、いわゆる、まあ、当て馬というかですね、なんかそういうそのなんかいらんツッコミをしてみんなに嫌われるっていう役割で、ね、前ずっとそうじゃん、ね、ダンス規制のあれもそうだけど、あれもでもね、なんか運動に、運動一緒にやり始めて、なんかそのちょっと盛り上がってきたなって、俺はそうは思わないとかって。いや、でもあれも現実にさ、ダンスを笛法から外したありえない方針を議論の前にボンと打ち出したっていうのが、俺やっぱりこの国ってそういう傾向あるんだよね、うん、なんていうの、アドバルーンをとにかく上げようぜっつって議論をしないっていう、ちょっと俺これヘッドスピーチ規制法が危惧してるのがそれなんだよね、うん、だそれはやっぱ止められない松田さんの責任で、そうなん、それもそうなんだよ言論人としてのね、そう、言論人としての魅力がない、うん、いやでもやっぱり、すごいその論理の人だから、松田さんの論理を一個一個潰していくっていうのが大事 でそれこそやっぱり時間をかけてね、時間をかけてってもあんまりゆっくりやるわけにはいかないんだけど、ちゃんとそれをやっていかないといけない。20年な、20年はやっぱりね、死んでるからな俺も。いや、だから20年かけましょうというのは、やっぱりその他の国でそんなにかかったから20年かかるっていうわけでもないと思うし、多分20年議論を続けることはこの国では無理だしね、多分。そうね、うん、でもそれこそ人権擁護法案の、はなんだかんだで2012年に野田内閣が閣議決定してるわけですよ。でこれは10年ですよね、小泉が出したものが10年後にそういうふうになってるわけで、まあ法律の場合それぐらいの、スパンは必要かなと。で、まあ、人権擁護法案って同和対策基本法が終わることに伴って、その代替みたいにして出てきたところもあるから、また、フェーズの違うところに今来てるので、その日本の人権状況がね。でそういうことで言うと、まあまあ僕やっぱりその急いでやりましょうとは言いたいわけ、急ぎましょうということは言いたいんですよ。バーンとあとバルーンぶち上げて
ガーッ、わーってなんかどさくさに紛れてなんかガーッて行きたいっていう気持ちはある。ヘイトスピーチ規制法を。そうそうそう。だからそれは違うんですよ。ゆっくりやりましょうっていうのはダメなんです。だってやらないんだもん、みんな。まあまあね、やんないで。だから、もうわーって言って、なんか、そのもう、すっごい松田さんの嫌な法律が成立しそうになって、松田さんが、おいとか言ってるぐらいでちょうどいいんじゃないかな。それね、そこで議論が喚起してる。いや、本当やばいって。松田さんね、さ、最初からあんなものはダメだとか言い過ぎで、それはダメでしょって、このまま。それは、ネトウヨを利する考え方。いや、やっぱり、橋本市長をちょっと応援しようよ、みんな嫌いだろうけど。うん、まあ、俺は別に嫌いでもないんだけど、俺はだってその橋本をずっと評価してずっとみんなに怒られ続けて、あとはやっぱり舛添ですよ、嫌いだろうけど。いや別に嫌いじゃないですよ、ね、で舛添の動き見てるとやっぱりもう完全にオリンピックじゃん、うん、でやっぱりオリンピックを自分で成功させたいっていうことを考えたら、うん、ヘイトスピーチでなんとか対策取らなきゃいけないっていう焦りはかなりあると思うから、うん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 、まあ応援しましょうよ、嫌いだろうけど。嫌いじゃないですよ、ああそう、うん、俺だって前回の都知事選の時に、前々回か、都知事選の時に、猪瀬でええやんとか言って、ポロッとつぶやいて、すごい叩かれてたからね、反原発派にね。うん、だから結局、今、東京都知事って、石原慎太郎から猪瀬、舛添って来たけど、石原慎太郎に比べると、全然マシでリベラルですよ。うんうん、だから、そういうことが、実現できる余地っていうのは全然十分あると思うし、橋本さんだってあれ、自分のことリベラルと思ってますよね。うん、あれはやっぱり自分ではリベラルと思ってるし、あれがその21世紀型の保守リベラルの姿だと彼は自分では思ってると思うし、ある面ではそういうところも僕はあると思うんで、ああいう動きをしてるのはやっぱ法律家ならではのところもあるから、うん、これはそのプッシュしていきたいですよね、うん、では今のところそのカウンターの中でもそんなに橋本なんかは信用できねえとかいちいち言ってる人もいないようだし、そういうことを言いがちな人っていうのはもともとカウンターと仲悪い人たちだから、うん、まあそこもプッシュし、まあ、松田さんがその橋本プッシュでガンガン行って、そのネトウヨを利する感じで行けばいいんじゃないかですか。僕らもうちょっと左翼っぽい感じでやるんだけど、その2つが合わさってこそ自民党が動くよね。ヘッドスピーチ規制法、そうそうそう、いや俺本当はこれ流れなんだからしょうがないじゃん、もうそんな、いや橋本さんのあれが失敗するとさ、まあ実は維新もちょっと変な動きをしてる部分があるから、うん、あの方針をもうちょっと頑張ってもらわないと、うん、そうだからね、維新もね、なんか結局なんていうか極右みたいなやつもいっぱいいるじゃないですか、うん、で極右だけどそのヘイトスピーチ規制法には賛成みたいな人っていうのはいっぱいいて、で、うん、でそれがそういうその横島なね、うん、意思を持って賛成している場合もあると思うんですけど、そこは本当にその利益と、損害、メリットデメリットのバランスですよね、うん、だから松田さんのようにもう少しでもデメリットが小さな危険があれば全て全否定みたいな、そういう考え方ではなくて、いやすごくバランスの取れた評価をしてやっぱりこれは危険だなと、うん、まあでもその最終的に法規制 OK なわけでしょ。いや法規制というかヘイトスピーチ規制法はやっぱりアウトだと思うよ、うん、でもその理由が全然分かんないままだったよね今日。いやそんなことないよ。むしろなぜヘイトスピーチ規制法なんかそ危険だとかお前らの処罰感情が危険とかヘイトスピーチ規制法にまだこんだけこだわるのかが分かんない、そういうなんかエモーショナルなるな話に終始してですね、いやだけど条例ならいいじゃないかとか、まあ、この間銭湯で完全に叩きのめしたはずなのになぜここでまだやるのかが俺は分からないよ。銭湯で叩きのめしたの俺だよ、銭湯出た後の公園でも叩きのめしたよ。いやそんなことないよ、蚊に刺されながら。いや全然、うん、あんな暑い日にね。そうね。何やってんだこのおっさんが2人みたいな。そうだね、確かにね、うん、まあ風呂に入りながらまた考えるっていうのもいいことだと思うんですよ。いいよね。よくないね、東京の銭湯暑いんで。そうなんだ、今のシーズンね銭湯は暑くてね。僕だってぬるい湯が好きなんで、関西の人間ですから江戸っ子の入る風呂とか超嫌なんで、まあ、銭湯じゃなくてもうちょっと温泉とかね、うん、そういうとこで、まあ、冬になったらね、うん、ゆっくり、あ合宿やろうよ。あいいよ、延々ヘイト合宿、延々議論をする。
ヘイト合宿、もう1日朝6時からもう夜10時までずっと議論してる。でそれでまとまったあの話をこう書面にしてね活用するっていう。だからそのヘイトスピーチ規制法に関するシンポジウムっていうのも、それで一冊そのちゃんとしたドキュメントを作りたかったんですよね。それなぜかというと、そういう今出てるその懸念とか、松田さんの懸念とかも含めて、ヘイトスピーチ規制法に対するどういう論点があるかっていうところ、まず論点出しの段階だろうと俺はまだ思ってて、それはやっぱ今年になってもそうだと思うんですよ。松田さんの今人材がさ、いろいろ出てきてるから、うん、その名古屋大学の大谷先生とか、うん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 、あの時よりもちょっとあのもうちょっと幅広くなると思うよ、うん、でもまあでもみんなあのヘイトスピーチ規制法賛成ですよ。いやそんなことないよ。いや違う大谷先生違うっちゅう。じゃあそういう人は外してあの行けばいいんじゃないかな。だから まだやっぱり俺はまだこの段階でも論点出しの段階だと思ってて、で松田さんはさ、その自分で先にいろいろ考えてあの論あの理屈を全部考えて結論付けちゃうからみんなが遅いように思えるんだ。遅いよだけど、うん、みんなそんな考えられないから。いやいやそれでも1年以上経ってっからね、うん、もうね。だってその間なんか、うん、まあ、捕まったりカウンターしたりなんか飲み会やって10万円払ったりとかなんかそういうさ、なんかいろいろ忙しいわけじゃん。まあまあいろいろね、ブルドーザー引っ張ってきたり、ね、ブルドーザーを引っ張ってきたりなんか選挙やったりとか、うん、まあ、みんなそれぞれ忙しいわけで、松田さんみたいにその、ね、ずっとですね、ただ銭湯行ってればいいっていうそういうものと違うからね。銭湯ただ行ってる、蛇も探してるからね。蛇を探して銭湯行って、うん、ヘイトスピーチ規制法反対の理屈を考えてっていうそれだけの人生じゃないですか。みんなはそういうんじゃないから、やっぱりね、なんていうか、やっぱり松田さんはそのもっと一般の人が、そんなにすぐ分かんないっていうことを、エリート主義だよ。そのみんなが俺のように考えれば、うまくいくみたいな、そういうみんなが俺のようにすぐ分かんない、この理屈がすぐ分かんない、お前ら愚民がみたいな、そういう感じですよね。出てるあ、もう残り10分。そんな感じの良くない考え方で。もう帰ろ。じゃあなんか時間があと10分らしいんで、これで終わります。質問のある人ってなんかいますか。僕今日ツイッターも実は全然見てないんで、はい、それで、会場でもいいですけど、なんかあれば。会場から質問あればどうぞ。銭湯に関する質問が俺は得意かな。うん、あと10分なんですけど、特になければ池の畑の銭湯が熱くて、いやいや特に質問がなければ、今日はだから この場はまあとりあえずヘイトスピーチ規制法を推進していくという結論が出たってことで、まあ大体こうやってね、なんかね、無理やりな展開をして人をダマくらかしたってきた人生だよね。誰が野間君は俺のいやでも俺さ、本当にさ、あれさ、神戸の、まあ、今中国だけど、ナメピョンさんも言ったけど、これ読んでさえもあの構図って崩せなかったみたいだね。気づかなかったみたいね。つまりマイノリティから、マジョリティからマイノリティに向けることがヘイトスピーチであってっていう固定が、これあんなに例外というか別のパターンが出てるのに、野間の騙し方はちょっと強力だよっていうのは結論かな。いや俺はでもそんなそのことについてほとんどコメントしてないのは、まあ困ったなとか思ってたんですけど、もう俺はでも騙してるわけじゃなくて、やっぱりみんなそのことを知らないし、そういうことを呼んでも、それでもあれをなんとかしないといけない、法律でなんとかしないといけないんじゃないかなというその処罰感情というか、うん、これはクライムと認定したいという気持ちがやっぱあると思うので、やっぱりあるんだと思う。僕そこはね、要するに犯罪化を望むということは、なんか今までの
いろんな人生の中で例えばそのカンナビスの非犯罪化せよとかね、うん、何を非犯罪化せよとか特定秘密保護法案反対とか、うん、そういういろんな法律に反対のことをやってきたんだけど、そのやっぱりそういう立場からするとそのある行為を犯罪にせよと訴えるっていうのはなんかやっぱりちょっと抵抗あるんですよ、うん、実は、うん、自分が桜井誠になったような気持ちになるじゃないですか、うん、あれは犯罪逮捕しろみたいなそういうのはやっぱりどっちかって嫌なんだけど、いやこれはなんかそのやっぱりここはもう覚悟決めどころみたいなところもやっぱりそこはそれであるなんだけど、ね、やっぱり野間君はちゃんとその構造は説明をしないとみんな誤解したまんまだから俺に突っ込まれてえーってなるんですよ。無視しとけばいいじゃないですか、ザークレイジのブロックしとけばいい。いや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 、だからそこはちゃんと俺はね説明して、実は逆転もいくらでもあり得るって話とか、それは同時に俺たちもやっぱり危ないんだよってことはやっぱり言わなきゃいけないと思うよ、うんうん、そうね、まあ、その自分たちやっぱ法律っていうのはやっぱそうで、特にこういうポリティカルな、ものを扱うものっていうのはやっぱそういう風になりやすいので、そこは、十分気をつけて、ヘイトスピーチ規制法に向けて頑張っていきましょうとそういう結論になります。今日はそんな感じで、どうもありがとうございました。来週はですね、乗り越えネット共同代表の北原みのりさんが、これ慰安婦問題を、取り上げてくださるということです。来週11日の月曜日、9時から。今日は松田さんと私ってことで2時間撮ったんだけど、結構そんなにあんま喧嘩にならなかったね。松田さんもなんか俺をお前を殺すとか言ってなんか物騒なこと言ってたけど、そしたらはいはいって言ってたデモの前になんだよもうはいはいって、いやデモの前じゃないし、もう松田さんあれすごいもうやっぱ記憶力全部なくなってんだと思って、もう記憶力ないから松田さんの言ってること多分なんかいい加減なんだなと思いました。だデモの前じゃないもん、だって丸井の前だからデモの途中だし、じゃあデモの直前に俺お前殺すからなっつったらはいはいって全体いや携帯を一生懸命やった。デモの直前だよそれ。どんなことないよ、丸井の前じゃん。丸井の前は武器の制限は何言ったら、なものはないって言ってたんだよ、何でも OK やっていやそれは丸井の前だ。そんなことない。まあそういうね、まあ、人が忙しい時にお前を殺してやるとかいちいち耳元で殺してやる、そうそう言いに来るっていうのが、まあ、ヘイトスピーチなわけじゃないですか。でやっぱりそういうことを好き放題できてたっていうことに関してカウンターはやっぱり一定の歯止めになったし、だけどこれだけじゃやっぱり足りないんで頑張りましょうと、そういう結論で今日は終わりたいと思います。いや頑張りましょうって別に刑法じゃなくても条例、別に条例だっていいよみたいな条例でやりたきゃやればって、条例作らせて、なんかその人権ヘイトスピーチ撲滅都市宣言でもいいじゃん。もちろん、まあ、都庁前アクションの人らがみんな普段求めてるようなことを、やれと松田さんは言ってるわけだから、それで別にそんな敵視する必要がなくて、お前らは敵だみたいなそういう言い方するから孤立していくんですよマジで。いや、まあ、詳しい事情を言うと、あれ都庁前最初は、ヘイトスピーチ規制条例を作るって言ってたんだよね。賛成じゃん。いやいや違うよ、規制条例なんかは刑事罰を伴う、条例だよ。条例だからいいじゃん。それは大谷先生的にはね、俺はやっぱ、うん、刑事罰反対だから、まあ、細かいことばっかり言うなよってことだねいや、違う、署名がそうだったんだもん。そう、だから一番最初の署名がそうで、それで俺が怒ったの怒ったんだ。もういちいちそんなことで怒るんだ。怒るよ、全部説明をしていたのに、うん、なんだこれ。運動を分断させるよね、そういうクラッシャー社会運動クラッシャーだよね。具体的な名前を今言いそうになったらやめる、ね、うん、まあそういうねクラッシャーがいるんですよ。なんか50代の白髪の人に大体そういう人が多い、ね、これね、うんうん、だからそういうことはまあやめていただいて、みんなもだから松田さんの言うことはまあ話半分に聞いておけばいいからなんかフェイスブックでなんかいろいろコメントしてきても、はいとか、なるほどとか言っとけば、はい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 とか言っとけばいいんであって、まあ、実際にたくさんそこのヒントが含まれてますので、
マツダグレージを論破できるものを、作れば、まあ、大体安全であるっていうふうに考えればいいと思います。だから、要するにこの場合はどうかあの場合はどうかみたいなことを考えるのが得意なんだよね。そうだね、シミュレーションするのが大好きだ。そうだからこれは非常に重要なことなんで、だから皆さんこれからも松沢クレイジさんに優しくしてあげてくださいねっていうことで今日は締めたいと思います、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。